はい、皆さんこんばんは。ではですね、新しいフォロワーさんを紹介していきたいと思います。新しいフォロワーさん紹介します。マジカル先生フォローありがとうございます。Z さんフォローありがとうございます。よろしくお願いします。まったり行きましょう。あ、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。配信歴3年半の和道です。はい、和道つカエルさんいらっしゃい。いやー、生活保護の話は揉めるよね、本当に。はい、和道つコダいらっしゃい。まあまったりやろう。さっきの枠は人が集まりすぎてわけわかんなかったから。はい、ワドツー。リオンいらっしゃい。いつもありがとう。カエルさん、パフェありがとうございます。ゴルゴさん、ワドツー。はい、パフェ2発目ありがとうございます。パッ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 パフェありがとう。解放しながらやりましょう。音来てるよね。大丈夫だよね。羨ましい。何が？何が羨ましいの？ああ、そのやりたいことを仕事にできてんの？でも俺どんな仕事でも頑張ったらプロになれると思うんだけどな。要は結果が出る前に諦めちゃうだけとか、努力の量が足りないだけだと思ってる。どんな仕事でもどんな人でもやりたいことで収入を得られると思うよ。うん。好きなことを仕事に環境でやりたい。好きな仕事でも嫌な上司や理不尽な評価制度のクソ環境だとなえる。まあそうだよね。うん。やっぱ、その自分がやりたい環境が世の中に、そういう会社がないとか、そういう環境がなかったら自分で作るべきだと思うよ、俺は。これね、今ね、ワッペンを塗ってますね。要は、ジーパンにまた穴が開いちゃったんで、ワッペン買ってきたんで、ワッペンを買ってきてですね、ここにワッペン縫い付けてます。穴開いた部分に。なんか、上司のいない環境の職場とか作ればいいんじゃないかなとか思ったりとか、何でもできるんじゃないかなって思っちゃうな。俺も実際さ、なんか、今働いてる会社はすごくいい会社だからいいなと思ってんだけど、なんで自営業好きなのかっていうと、自分のやりたいことを表現するには、やっぱり自営しかないなと思っちゃったんだよね。うん。だって誰も文句言わないじゃん。自分がルールなわけじゃん。法律さえ守ってれば。楽しいよ。自分で作った方が小さい。そう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 。ルールを自分で作る感じだからさ。うん。そうそう。だから副業。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。でさ、その個人事業主がうまくいくようになったら、収入超えるようになったらシフトすればいいんだよ。俺、超いい生き方だと思うよ。最初はバイトでも、サラリーマンでもいいんだよ。で、副業を積み重ねていって、なんつうんだろう。副業を積み重ねていって収入を超え始めたら自営業に切り替えるっていう完璧な、俺すげえいい生き方だと思う。賛成。俺結構その生き方推奨してますね。最初は自分で始めればいいんだよって、何でもって。で、収入超えてきたらシフトすればいいんじゃねえって、それはね昔から言ってた。うん、ドラちゃんの生き方超賛成。っていうか現代っぽいと思うよ。今副業持ってる人260万人ぐらいいんじゃなかったっけな。すごい多いんだよね。いい生き方じゃん。だからさ、いきなりさ自営業になるっていうのはリスクがあるから、俺は進めてないんですよ実は。半端なく大変そうだけど、でも達成できたらやっぱ生きがい感じると思うよ。手芸、裁縫っすね。穴が開いた部分をワッペン、今ワッペンつけてます。新しいジーパン買えないからさ、旅配信にお金かかるから。うん。副業 OK の会社増えましたね。だいぶ。
会社がね、もう守れなくなってきてるんだよ。もう社員の終身雇用ができなくなっちゃってるから、うん、会社の所得だけでさ家族養えなくなってきてる時代なんだよ。うん、でもまあ収入がちゃんと整ってて文句がなくていい職場に巡り会えた人も幸せだと思うよ俺、うん、ダブルワークしてる人増えたよね。まあアルバイト掛け持ちとかはそれに該当しないと思うけど、なんか株とか FX でもいいし、なんかその手芸とかを販売するとか主婦でもやってるとかいっぱいいるじゃん。俺偉いと思うよ。てか俺主婦こそ株とか勉強した方がいいのになぁとは思うけどね。時間がいっぱいあるわけだから、まあ主婦が時間あるっていうのは語弊がある言い方だけど、あの主婦も大変だからね。副業ダメって職業選択の自由に違反してる。あ、それがね違反してないんですよ。なんでかっていうと、あの憲法は公務員が守ることなのね。で民間との契約を勝手に行ってるわけだから、だから会社と会社、民間同士の契約っていうのはどういう契約を巻いてもいいわけじゃん。例えば俺は便所太郎さんと今回試合をしますと。で、あの普通だったら殺人が行われたら違法でしょ？だけど自分が死んでも構いませんっていう誓約書を民間で交わすわけよ。そしたら死んだら自己責任になるじゃん。だからそれはね、民事と刑事を理解してないだけ、メロンが。好きなことを仕事にするのは賛成ですよ。だってゲーセンや釣り堀、娯楽施設だけ。そう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 。あと野球選手とかも俺は好きだからずっと続けられたと思ってて、そう、好きなことを仕事にするのってすごくいいことだなと思ってる、うん、だから自分の好きなことを見つけること。例えば病気の人を治したいっていう人はお医者さんになるべきだし、頑張ってね。そう、なんか自分の使命、ミッションだよね。使命を見つけられた人は生きる力が強いっていう風に俺は思ってますね、うん、生きがいを見つけられるっていうか。なんでそんな法律、俺全然詳しくないよ法律、うん、ゆうさんいらっしゃい、楽しんでて。手作りのアクセとかネットにいるよね。全然、私も好きなことを仕事にするのは賛成。というか好きなことをする方法が健康的だし、そうそう、ストレスがないからね、生産性が上がるっていう風に言われてますね。だから社会のために役に立つと思ってる俺も。社会の役に立つことをやった方がいいよ、うん、副業かわせ、おお、いいね。かわせとか知的労働は大変だからな、うん、俺はでもさ放送好きだから放送を仕事にできてほんと幸せだなって思う。恵まれてるなって思うよ。海外を旅するの、そこでライティングとかでね、文章書いたりブログとかで需要があったらすごくいいと思うよ。俺もほら旅配信でそれやろうと思ってるけど、世界を常に旅してる人になりたいね。何もね、日本に留まる必要なんかないから、このご時世。だからネットがつながってればどこでも放送できるっていうのは最大の放送、配信者の最大の強みはそこだと思ってんのね。時間と場所の拘束がないっていう。何割ぐらい好きなことを仕事やってる人いると思いますか？わかんないですね、他人のことは。ただ僕の生き方としては 100% 好きなことだけやろうと思ってます。YouTuber や配信業で稼いでる人のことを叩いたりしてる人は考え方が古い。多分やっかみだったりすると思ってる。ああ。どうなんだろうね。うん。フラッチが悪、フラッチがなくなったら収入どうするの？そこやばいよね。だからね、今始めてるのは、ウェブサイト、自分のウェブサイトを開設して準備を整えてるのと、YouTube のチャンネルもやってる。だから、他の収入源を確保してます。あ、全然言っていいよ。石川の流儀、俺もすごいと思うよ。うん。1000万ぐらい稼いでるだろうね、多分ね。トッププレイヤーだからね。香川さんとか石川の龍樹とかすごいと思うよ。そのプロっていう概念がない頃からプロになるって言ってたわけでしょ。
どんだけね、力強いか、その業界の作った人だからね、石川紀之とか香川さんって。配信で飯を食うっていうことを、その概念がない頃から。すごいよ。天才ですよ。なかなかできないよね。先駆者でしょうね、完全な。まだまだチャンスあると思ってるけどね。今から参入する人でもチャンスがあると思ってる、俺は。配信には。配信で飯食うこと全然できると思ってるよ。なんでかっていうと、俺ですらできてるんだからっていう。これからは好きなことを仕事にする人がうまくいく、生きやすい世の中に。あ、思うね。っていうかね、労働っていう考え方がなくなると思う、100年後に。俺は結構それガチで言ってる。100年後多分仕事っていう、なんかこういう労働っていう形態がなくなってるよっていうのが俺の読み。100年先は。でも、その人間っていうのはそのコミュニティみたいなものは作りたがるから、だから、なんつうんだろうな。職場、お金を収入を得る機関とは別の、なんかコミュニティ、コミューンみたいなのはできてると思うっていう。それがね、ベーシックインカムでどうこうなるのかとかは読めないけど、労働は確実になくなるね。正直な話、ゲームアプリとかの課金システム考えてやり方は納得いかない部分がある。かなりは確かに。あ、そうなの？俺、かなりっていうよりも日本の企業が遅れてると思ってて、フリーコンテンツって言われる、スケールフリービジネスモデルっていうやり方なんですよ。要は、参加者のパイを広げるために、限りなくゼロのお金がかからないようにすると。本当は開発、ゲーム開発とか全部お金がかかるけど、ただで開放するんですよ。で、参加者が多くなれば多くなるほど金持ちが入ってくる確率があるでしょ。で、好きな人に課金をしてもらうっていうやり方が今の主流になってると。昔はゲームのカセットとかゲーム本体とかを1万2万とか、スーパーファミコンの1万2000円とか1万6000円したんですよ。ね。だけど、そうじゃなくて、金持ちがガチャで100万、200万かけてくれて、他の人がタダでできた方が全員勝てる。しかも全員参加するからっていうのがスケールフリービジネスモデル。簡単に言うと、Google とかがそれをずっとやってるの。Gmail? メールっていうのはお金かかってたのずっとタダでやってたし、アカウントとかもタダで発行してる。で、今だと、まあ、なんだろうな。Excel とか Word とかっていうのは Google がスプレッドシートって言って、クラウド上でタダで使えるようにしてるんですよ。だからインターネットのすごいところっていうのは、ユーザーがどんどんタダで最高のサービスを利用できると。で、一部の富裕層がそれを支えるっていう。これがスケールフリービジネスモデルですね。最先端のマーケティング。で、Google とかビッグデータを集めて、全人類が絶対使わないといけないようなサービスを開発して、全人類の情報を網羅することができると。世界征服だよね。超すげえ。日本はね、これができないんですよ。新しいフォロワーさん紹介します。トムソンさんフォローありがとう。ヨーマさんフォローありがとう。マジカル先生フォローありがとう。Google の陰謀はやばい。 Google 陰謀っていうか超賢いと思ってるね。 Google がやってることっていうのは超賢いと思ってる。頭が良すぎて怖いよ。 Google の本社見たこと、見に行って見学したことあるけど、めちゃめちゃかっこいいよ、あいつら。私服でね、なんかね、優雅に歩いてたよ。みんないい話してたよ。なんか自由の匂いがしたね。もう楽しそうに仕事してる。高級、超高級な犬みたいな歩き方してる。こういう風に歩くじゃん。高い犬って。スタッ、スタッってこう書類持って歩いて。何々様いらっしゃいませみたいな。こちらへどうぞみたいな。
いや、グーグルいいなと思ったよ。超勝ち組だよ、あいつら。ただでコカ・コーラとか飲んでるからね。グーグルの社員すげえと思った。食堂ただ。なんか、ジムとかの施設はただ。量子コンピューターで何をするのが楽しみだね。それが面白い話があって、青じいさん、あのね、最近よく言われてるのが陰謀論とかで、AI の進化がすごいすごいとか言うじゃないですか。で、AI の進化で、まあ日本で馴染みがあるのソフトバンクの、ロボットがあるんですよ。なんとかくんっていう。で、そのロボットを、この前、のんたんが見つけたの。スーパーとかゲームセンターで。で、のんたんが、なんて言ったっけ？そのソフトバンクのロボット。誰か名前知ってる人います？ソフトバンクが売り出してるロボットがあるんですよ。AI が。なんつったっけな。何くんだっけな。誰かわかる人いる？ソフトバンクのロボット。ソフトバンクの孫さんがプレゼンテーションでそいつ出したんだけど、ここに iPad みたいなのがついてるやつ。で、のんたんがね、その子に対して、おはよう、おはよう、こんにちはって話しかけるんだけど、ペッパーくんだ。そう、ペッパーくん、おはようって、のんたんが、ペッパーくんだー、ペッパーくん、おはようって言うと、ペッパーくんが、ウィーン、こちらのクーポンを起動するとお買い得ですよ。ペッパーくん違う、ペッパーくん、おはよう、こちらのボタンをタッチしてください。こちらのボタンを押すとクーポンが割引になりますよ。ペッパーくん違うよ、おはようで、こちらのクーポンをつって、全然役に立たない、全然会話できてないの。もうゴリ押しの営業マンみたいになってて、ポンコツだなと思ったよ。これが現実かと思って、超笑った。孫さんのプレゼンテーションだと、ペッパーくんおはようって言うと、孫さん今日はいい天気ですね、孫さん経営について話しましょうとか、めちゃめちゃ話するの。めちゃめちゃ賢いプレゼンテーションなのに、実際のペッパーくん見たら超ポンコツなの。超笑うぜ。ペッパーくん動いてる？ポンコツじゃないあいつ。超笑ったんだけど、ペッパーくんのポンコツ具合に。これってただのでっけえ看板じゃねえかよとか思って。でっけえ看板だよ、人型の。いや、難しいっすね。だから、羽生善治さんが言ってたんだけど、専門 AI と人工知能っていうのを分けられてて、要は将棋だけ指すとか、チェスだけやるとか、計算だけさせるっていうと、とんでもない機能を果たすんだけど、なんかその人間の思考みたいなところにはまだ全然及んでないっていうことを羽生さんが言ってて、要は専門的にやらせると人間をはるかに凌駕するんだって。Google の元人事課の話聞きに行ったけど、かなり瞑想の話だった。いきなり瞑想の話だった。あ、でもね、瞑想の話とか、やっぱ仏教の話とか、IQ の高い人とか、学歴の高い人とか喜ぶ。俺もほら、禅とかさ、宗教とか、そういう話とか、いろんな人に話してるけど、面白いっていう人は絶対高学歴の人だね。あれ？要はね、奥が深いんだよ、仏教とかって。量子コンピューターで何をするのか。だから計算速度が上がってるから、どう使うのかだよね、人間が。今は。何に使えるのかじゃなくて、例えば、日本人口の全部の、GPS の地震が起きた時の予測行動とかを計算させるとか、要はその人口規模の計算とかが得意になってるだけで、なんつうんだろうな。あんまりその何かが変わったっていうよりも、人間の方が進化しないと、そのできることは増えたけど、どう使わせるかみたいな話だと思う。演算。Hello? すりのんのん寝ます。ゴルゴいつもありがとう、おやすみ、また明日ね。だから思考そのものみたいなものはできてないと思う。 あとね、なんかその頭のいい人、知り合いの知り合いなんだけど、その人から聞いた話で、多分農業なくなるっていう風に言ってたね。多分この50年以内に農業自体がなくなって、全部機械でコントロールするみたいなことを聞いた。2040年問題。
技術の得意点、今話題なの。それもっと短くなってるんじゃなかったかな。面白いよね、西村博之さん。頭良くて。俺も大好きでよく見ますよ。頭いいよね。頭いいけど、あの人の喋り方嫌い、敵を作るよね。ホリエモンとひろゆきは全く同じで、頭が良すぎて敵を作るタイプだと思ってる。要はね、いらんこと言いすぎなんだよ。要はね、プログラマー気質だなっていうか、現代っ子っていうかさ、要は、それを話すと傷つく人がいるかどうかじゃなくて、なんつうのかな、問題を解決するのに向いてる脳みその使い方してるよね。ここに問題があったらどう解決しますかっていうのを、倫理観とか、そういうのを度外視して喋っちゃう人っていうか。だから一部の人から嫌われるっていう。でも頭は多分日本屈指で抜群に頭いいっていう。超似てると思う。任しちゃうっていうかね。プログラマーだなって、そう、バグがあったらどうバグを解決するかみたいな。やっぱプログラマー気質だなと思うよ、あの二人は。まさに現代が生んだ考え方をする人。現代っ子の一期生みたいな感じだね。俺の世代は第三世代ぐらいだと思うよ。ひろゆきさんって今いくつなんだろう。昭和ね、85年生まれのやつも結構面白い考え方するやつが多くて、野田総理、石川紀之、鮫島とか、あと誰だろう。その辺全部タメなんだよね。昭和85年前後って当たり年なんだよ。生主の。当たり年なのか外れ年なのかわかんないけど、昭和85年の親は首吊って死ねっていうツイート見たもん。クズを生み出しすぎたって。マドンさんに難しい質問してもいいですか？全然答えられるかどうかわかりませんけど。お手柔らかにお願いします。ひろゆきはね、ベーシックインカムね、賛成だけど、あいつ分かってて言ってるよ。インフレになるの分かってて言ってる。俺はひろゆきとは、意見真っ向から違うっていうか。ひろゆきは、どちらかっていうと、なんつうんだろう。それが行われた後にどういう日本が来るのか楽しみっていう考え方なんだよ。だからやってみようっていう。だけど俺の場合はインフレ化して結局所得の再分配にならないからっていう。ひろゆきはそこ理解してるよ。要は弱者を救うための政策ではないっていうのが俺の意見ね。それって本末転倒じゃんっていう。40歳か、もう。日本に世界的に成功してる起業家がいないのはなぜでしょう？っていうのを日本っていうのは僕の考えですよ、あくまで。日本っていうのはもともと社会主義で成功した先進国っていう風なのが世界の評価なんですよ。もともと日本人っていうのは、簡単に言うと階級社会があったんですね。殿様がいて、武士がいて、商人がいてっていう、農民がいてっていう。で、99%は農民なんですよ。で、政って言われてる、政治を行うのは武士のトップの階級で、それについていくと。で、税金を納めるというのは年貢。取れたものを国に一回提出して、国の国力を測って、国がそれを分配するっていうやり方。これ社会主義でしょ、考え方。で、社会主義が悪いとかいいとかいう話じゃなくて、国民の気質が社会主義なんです。で、まず戦争、そこのバックボーンがあって、かなり優秀だったんですよ。それでも俺はその社会主義だった日本がいいと思ってたの。気質としては社会主義の国民性で、今度明治レボリューションに入っていってどうなっていくかというと、先進国の考え方を取り入れていくと。で、民主主義にはならなかったんですよ。で、どういうふうに変わったのかというと、戦争で負けて GHQ というのが民主化を行ったと。でも、もともと見てもらいたいんだけど、まず日本が戦争の時どういう教育を目指してたかっていうと、まず軍人さん、要は言うこと聞く人、隊長の言うことを聞く人、軍人さんと工場労働者を作るためだけの教育なんです。だから右向け右とか、上の人には逆らわないとか、これ儒教の教えなのね。
で、さらにその中で学校で競わせて優秀な人間を官僚として迎え入れる。これって儒教の考え方の。だから日本がベースになってる国民性っていうのは、仕組み、システムっていうのは、中国が大陸全土を治めるために作ったシステムなんだけど、中国人も韓国人も実行できなかったと。ただそれを昔から輸入してて学んでた日本人だけが守り続けてできた社会っていうのはこの国なの。だから国民の気質としては社会主義が向いてると思ってる。でも実際社会主義の名残みたいなのはある。ただ戦争で負けて民主化されたんですよ。つまり日本人の社会主義的な気質っていうのはどういうふうに出るのかっていうと、違う考え方、違う発想をする人っていうのは足並みを乱すって判断をされる。起業家としては一番重要なことなんだよ。新しいもの、イノベーションを起こすときに一番重要なものこういうのは全部排除されるようなか。だから、世界的に、成功してる起業家が少ないと思います。で、2点目あります。まず社会主義としての側面。2点目の指摘っていうのは、まず日本っていうのがとても豊かな国であるっていうふうに考えます。まず本来であればグローバル社会、グローバル社会とか言って、もっと外から仕事取ってこいとかね、わけのわかんない経済評論家とか言ってますけど、日本国内っていうのは世界で一番内需でお金持ってる国で、経済っていうのが内需で回ってる奇跡的な国なんですよ。ほぼ内需で回ってるの。だから簡単に言うと、海外から仕事を取ってこなくても日本って回る国なんですよ。だから日本っていうのは逆に鎖国をしてるぐらいなのね。海外の企業が入りたい入りたいっつってもブロックしてるの、関税とかで。だから、日本国内のマーケットにしか日本企業っていうのは興味がないと。海外に行くリスクとかを考えるよりも日本の中でシェアを取りたいっていうのは考え方でしょ。だから世界的な企業っていうのは生まれないと。もっと言うなら、日本の IT とかアニメとかいろんなものっていうのは世界最先端なことをやってます。20年、30年前でも。例えばね、YouTube がすごいとか言ってるけれども、俺はミニーっていうのはもっとすごくて、サーバーもいらなくて、動画だけに限らず全てのデータとかを無料でやれる仕組み。でも犯罪だって言って取り締まっちゃったんですよ。要はこれ社会主義としての側面。だって生放送だって日本人が一番先に始めてるんですよ。今頃 YouTube が生放送のサイト買い取ってるんですよ。っていうように、日本人は実はイノベーション起こすのは得意です。ただ、欧米人の使いやすさみたいな、Google と Yahoo 比べると情報量に差があるでしょ。アジア人っていうのは画面にブワーって情報があればあるほど全部読み解けるんですよ。そういうサイトが好きなの。でも Google を見てもらったら、検索なら検索、何々な何々って1個の画面で1個の機能しかつけないんですよ。つまり並行的な情報処理っていうのは海外の人ではできない。だから、こういう差が生まれてきてる。これが僕の答えです。以上です。この BGM いいでしょ。社会主義の方が似合ってますね。お、容疑者 X いらっしゃい。だから世界的に成功する必要がないぐらい豊かだっていうことだね。いろんな見方、考え方がある質問だね。たくさん理由はあるけど、一つは言葉の問題があるだろうね。言語ね。いや、あくまで俺の考え方よ。あくまで俺の一意見だから、俺は経済学者でも何でもないから。日本って現金の保有率が世界的に見ても異常に多い国なんだよ。すげえ先生みたい。いや、全然自分の意見言ってるだけです。なるほど、いい意見いただけました。ありがとうございます。いえいえいえ、全然全然、何でも答えます。答えられる部分は。いや、考えるのが好きなんで、なんか考えるような質問をしてくれると嬉しいですね。和道だったらこれどうするとか考えるのが昔から大好きなんですよ。解けない問題とかを言われるのが大好きだね。
けないって言われると解きたくなるってワクワクしちゃう。あ、もちろんもちろん何でも一緒に暇つぶし楽しんでいただければ。僕ができるのは喋りで皆さんと一緒に暇をつぶすことなんで、暇つぶしのプロになりたい。答えなんかないよ。でも間違ってることだらけだからね。みんな、あの、なんか変になんかあれだよ、真に受けたらダメだよ。中卒のたわごとだから。あ、そうなんだ、知らなかった。これからの職業で需要があり伸びる職業は何でしょう。和道さんの考えを聞かせてください。僕は100年後の単位で言ったら、100年後に間違いなく労働っていう考え方はなくなってると思います。それはね、結構最近よく言うんですけど、要はあの職場みたいなコミューンみたいなの残ると思うの。人間ってそのタムロスするっていうか、自分と価値観の合う人間をこう集まるっていう。で、国籍っていうのもどんどんなくなっていくと思います。要はネットの中で Google 民、Facebook 民っていう、それが国籍みたいな代わりになっていくと思うのね。で、ネットの中でなんかタムロするものみたいなのもできてくるし、リアルでタムロするものはできていくけど、労働っていう概念みたいなものはなくなっていくっていうのが俺の考え方です。で、多分その100年後に労働がなくなるっていう過程だとしても、その間には労働が残るんですよ。その時に絶対なくならない産業というのは、僕は風俗産業であったりとか、キャバクラであったりとか、水商売で言われているもの、あと接客業ですね。で、接客はすごいっていう話じゃなくて、これはどういうことかっていうと、さっきも話したんですけど、専門的 AI と普通の人工知能の得意分野、苦手な分野ってあって、専門 AI は、要はその将棋を指すとか、計算をするとか、特化させた AI っていうのは人間をはるかにもう超えてるんですよ。だからそういう仕事はどんどんなくなっていくけれども、接客っていうのは曖昧なんですよ、うん、趣味好みっていうのは対人でしょ。どういう対応したら正解なんてものはないんですよ。だからそういうものは残り続けるんじゃないかなっていう。例えば服を売る人とかでもね、高級向けになっていくと思う、それは、うん、だからその対接客業みたいなのは最後まで残ると思ってる。そう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 。だからまあ風俗とか性ビジネスだよね。うん、そんな感じだと思ってるけど、うん、動物の森の BGM じゃないですよ、うん、まあずっと先の話だと思うけど、国籍は宗教がある限りなくならないと思うな。国籍っていうか国の概念が薄くなってくと思ってる。風俗もロボットに、風俗ロボットは流行らないと思ってるかな。なんでかっていうと、ダッチワイフの性能ってこれだけ良くなってるのに、全家庭にダッチワイフって普及してないんですよ。今ダッチワイフってすごいんですよ、うん、だから特定の趣味を持ってる人が金をかけるものとして産業が発展はするとは思ってるんだけど、全家庭にダッチワイフが導入されるとは思ってない。楽園主義が分かんないですね。法律家は残る。法律家、うん、法律家って何。それが僕の答えです、アレンさん。だから僕は配信業っていうのはまだまだ需要があると思ってます。僕が生きてく間に仕事はどんどんなくなっていくけど、寂しさは残るんですよ。人、好きな人はいたいんですよ。見るものは欲しい、コミュニケーションは欲しい。配信ですよ、まさに、うん、配信を長くやれば長くやるほどファンが増える確率がある。要は寂しさ紛らわせる。要はこれ風俗業なんだよ、僕にとっては。うん、だから僕はこれを選択しました。これはなくならないっていう判断です。で、あの動画よりも発展性があると思ってます。だから占い業とかに近いかな。配信業は。宗教とか占いとかに近いと思ってる。で、人間っていうものが
お金を払い続ける限り、これは需要がある産業だと思ってる。サラリーマンはなくなるっていうよりも、サラリーマンっていう言葉っていうのはどういうことかっていうと、サラリーっていうのは固定給のことなんですよ。だから固定給をもらってたらサラリーマンだから、業種を指す言葉ではないです。僕が話してるのはあくまで業種です。サラリーマンがなくなるとは言ってないです。固定給をもらってたらサラリーマンってことは、接客業のサラリーマンもいっぱいいるでしょ。5年後、10年後か。俺が今考えてるのは、多分、Google ショッピングがもっと力を入れて、YouTube で、例えばなんだけど、ここに服が映ってるでしょ。この T シャツをクリックすると、これが横に無印いくらとかで、その、アフィリエイトと直結する可能性があると思ってる。このヘッドホンをみんなが画面カチッてクリックすると、これが買える。これの詳細が出る、みたいな。これは多分10年ぐらいに来るんじゃないかなっていう。要はこのスライム欲しいなとか。だからタレントがどんどんその勝手に宣伝ができるようになってく。だから画面を整理するようになってくんじゃないかなって。これはその業界にいるからわかるんだけど。あとアナログのものに価値が出てくるんじゃないかなと思ってるね。あのね、未来ってね、近いものを読むのは難しいんだよ。遠くになればなるほど読みやすいんだよ。あと、まあ、翻訳みたいな仕事はどんどんなくなっていくんじゃないかなと思ってるね。言語の壁を Google が超えると俺は信じてる。だから、言語の壁はもう勝手に Google がやってくれる。例えば、日本語で YouTube をやったとしても、動画アップロードした瞬間にアメリカ人がクリックすると英語になるとか。これはでも30年ぐらいかかるかな。俺がじいさんになる頃に多分実現されてるだろうね。要はドラえもんの翻訳こんにゃくか。これ Google は絶対やるだろうね。翻訳機能を見てると、YouTube ってみんな多分アップロードしたことないからわかんないかもしんないけど、YouTube にアップロードするじゃん。で、俺が喋ってる動画があるじゃん。これ、翻訳ってボタンを押すと、日本語でブワーって文章をテキスト化するんだよ。で、ここに字幕が出るの。ただ、そう、日本語の翻訳で、今ね、多分ね、4割ぐらいしか当たってないの。4割ぐらいしか当たってないのっていうのが4割しか表示できないの。だけど、これの精度がどんどん上がっていくんだよ。ほぼ90何%発音した通りに文字化、テキストされる。で、テキスト化ができるかっていうことはどういうことかっていうと、これを Google 翻訳で変換して、英語にできちゃうんだよ。多分、そうですね。語学の問題は僕は近いうちなくなると思ってますね。ただ、その精度がどれくらいのスピードで上がっていくのかっていうのは、言語学者とかの仕事になってきて、で、言語学ってめちゃめちゃ学問的に難しい学問なんですね。脳の構造がどうなってるかとかそういうレベルなんで、ちょっとね、意外と時間かかると思ってるのが俺の読みですね。はい。ありがとうございます、たっちゃん。ちょっとトイレ行ってくるわ。あと、まあ、マジレスすると、今流行ってる、その最先端のマーケティングって非言語化ビジネスって言われていて、言語の壁をそもそも超えちゃうっていうビジネスが増えてるんですよ。だから、もしかしたら翻訳もそうなんだけど、非言語化、言語自体の概念が変わる可能性があると思ってる。ロボットの戦争になる可能性は、まだまだ先だと思ってるね。
音声入力対応されたんだ、すごいね。うん、そうなんだよね。日々の進化がすごすぎるんだよね。特に、Google がやばいと思ってる、俺は。Google が本気。Google 極めるだけで食っていけるよ。しかも Google のすごいところは、ちゃんとビジネスマンを、要は、Google の機能を使って稼ぐやつが増えれば増えるほど、強いっていうね、そのキャズムの超え方を知ってるんですよ。ジェフリー・ムーアのキャズムって本読んでほしいんだけど。要はね、ビジネスマンをターゲットにした方が、イノベーションが起こるっていうのをよくわかってる。Google はすごいっすよ。やってること。バリバリ本気ですよ。動物とか合言葉、え？言葉通じなくてもやっていける。Google すごいよね。もう生活、Google がないと生活できなくなってきてるからね。怖いよ。葉はまだ難しいと思ってるよ、ワード。細かいニュアンスの意味でね。そうだね。俺もそういうふうに思ってる。大体の内容伝わるのは結構時間はかからないと思うんだけど、ニュアンスとかっていうのはね、やっぱ精度を上げるのって難しいんだよ。で、アルゴリズムをそれをコンピューターで解決できるかっていうと、俺は30年かかるんじゃないかなと思ってる。ジェフリー・ムーアのキャズムっていう本ですね。もう30、ん？ 20 年ぐらい前の本なんだけど、広告とかマーケティングのもう教科書になってますね。大学とか、上場企業の人は必ず読む本です。ジェフリー・ムーア、キャズム。基礎学問ぐらいになっちゃってる。言語そろそろ統一すべきじゃない。いや、俺は多様性を尊んでるから、言語は統一しない方がいいと思うね。パフェありがとう。銀猫さんかな？銀猫さんパフェありがとう。動画で転んでる時にアホかと勘違いした？動画で転んでる？ いや、頭良くないですよ。楽しんでってください。コメントありがとう。アイテムもありがとう、初見さんなのに。大事に使います。もし面白かったらフォローしてってください。僕は自分が頭がいいと思ったことは生まれて一回もないですね。コンプレックスの塊です。自分が頭がいいと思ってるやつって大抵バカなんですよ。そう思わない。俺頭いいアピールをしてるのって大抵バカなんですよ。恥ずかしいことなんですよ。だから本当に、なんつうの、自分の、その世の中にはすごい人ってもう本当に際限なくいるの。だから自分が頭がいいと思わないですね。本当に。むしろいつもいろんな業界の人を見て、この人すげえなと思う。頭いいアピをしてるやつほど、なんか大したことないっていうのはもう毎回思う。言語統一したら不都合なことが起こる国があるから無理じゃないかな。いや、人間の原始的な欲求みたいなものっていうのは、俺は抗えないと思ってるね。要は、こうなったらいいなっていう子供の夢みたいな、初期衝動みたいなものってあるじゃん。こうしたら便利なのみたいな。それはね、絶対に100年単位で考えたら達成されると思う。YouTuber のヒカルって人は自身の配信で頭いいって言ってますよ。あー。
そうなんだ。まあ、頭いいんだろうね。あのシャドーボクシングの便所に勝てる。勝てるわけないでしょ。また。そうやって俺を便所さん戦わせようとしてんでしょ。よく言うわ。怪我するっつう。自分の力量ぐらい自分で分かってるから。便所さんプロだからね、元ね。怪我じゃ済まないっつうか死ぬぜ。あと便所さん俺生で見てるからね、どんな体格してんのか。そこまでバカじゃないよ。俺がこういうの期待してなんだろう。おい、当たり前だろこの野郎。お便所なんてよ、ボッコボコにしてやるよ。あ、見ただろ俺のジャブ。あ、キレッキレだからよ。おい便所見てっかこの野郎、投げるね。こういうのを期待しても無理だから、うん、こういうのやんないから俺、うん、ピッケルあれば勝てる、うん、俺の放送でこういうの期待したらダメ。ああ、マドちゃんマン、うん、今のところ、今のどうやってやるの。銀猫さん、ああ、いや、まあやるっつってもよ、まあわかんねえかな、バカだね。俺はよ、ああバカ、やるとかよ、やらねえとかじゃねえんだよ。神様がよ、わかる？配信の神様が、おいワード、俺いつも見てっからよ、よくわかんねえな、ケビ。ちょっと俺頭の中でちょっと作ってなかったわ、トークを。喋れば喋るほどよくわかんなくなっちゃった。うん。銀猫さん花火ありがとうございます。これは僕あのラジオっぽい放送をやりたくて、ヤマハから出てるですね AG03 っていうのを使ってます。このフェーダーをちょっと上に上げると、あーってこれが大きくなりますね。これを下げていくと音が小さくなっていって、これゼロになると、ゼロにしますよ、あーこれね、うん、これがマイクのボリュームで、BGM、パソコンの音をここでミックスすることができて、パソコンで音を流してるんですね。だからこれをつまみ上げると、音でかくなります。で、これを切ると、BGM がなくなって声だけになると。わかる？で、こっちがギターにつないであるんで、これをこう、ボリューム上げて、ここのギターを鳴らすと、ちょっと待って、こっちのボリューム切ってるかな。ギターの音鳴るでしょ。3つの音をミックスすることができます。はい。これ切るとギターの音なくなる。ギターの音出る。ギターの音なくなるね。で、これを押すと、あ、ケビ、あんたたち行くわよ。エコーがかかるっていう。何々さんいらっしゃい。エフェクターね。こういう機能があります。うん、はい。ヤマハから出てる。オーディオインターフェースとか、まあミキサーって言われてるものですね。それにアフィしたら儲かるやん。いや、買う人少ないよ。配信者のパイなんてたかが知れてんだから。こんなね、小銭稼ぎしたくないよ。だから、個性商売したくないんだ、うん。俺はさ、リスナーさんからさ、面白かったよ、ワード、つって、1000円やるよ、とか、チップ制で食って言ってるわけだから。こんなのさ、本気で売ろうとしたって、たかが知れてんだから。
だったら情報バンバン伝えて、うん、ただでいいんだよこんなの、うん、こんなのから10円20円取ったんで何も面白くねえよ、うん、うち不渡客相手にしてるんでうちのリスナーめちゃめちゃ金持ち多いんで、はい、可愛がってもらってますよ。上質なリスナーに支えられてる配信です。でもね、うなちゃんとかもうほんと香川さんとかが言ってた意味最近よくわかった。あのね、別に昔は支援してくださいとか言ってたの、要は食っていきたいんだよ、よろしくお願いしますとか言ってたけど、もうそんなの全然意味なくて、本当にいいリスナーさんと本当に向き合っていけば食っていける。要はね、雑魚相手にしたらダメ。これ本当思った。要はね、文句ばっかり言うやつとかね、話わかんねえやつとかアンチとか、そいつらってフォローもしなければアイテムもくれなければ放送を荒らすだけなんだよ。もう徹底的にブロックしてって、いいリスナーさんだけ集めてったら成り立つから。うん、上質な配信者ゆえの上質リス、いやいやそんなことないよ、恵まれてる本当に。俺はリスナーさん、もう人の運だけは強いんだよ昔から。いろんな人から可愛がられる才能はあると思ってて、本当ね、いい人たちに見てもらってますよ。人間運だけは本当昔から強い。長いことがある、一回も相手も投げたことがなくて、あ、大丈夫、相手にしないから大丈夫、俺マジな話、あのそういうのは相手にしないって決めてるから。この人はくれない人、この人はくれる人っていう、あの変な言い方だけどめちゃめちゃ自分の中で差別してる、うん、扱い全然違うから、うん、でくれとも言わないの。ただの人はただの人で応援だと思ってるから、だけどその程度だと思ってるから、うん、いいのそれは。佐野さんなんか放送しなくても生活できますもん。あそこまで行くとレジェンドだよね、うん、そう、別に謝る必要はない。俺は俺でそれなりの対応するから贅沢微糖に関しては、うん、それはでもね、あれですよ、別に悪いことだと思ってないよ、うん、当たり前でしょ、うん、和道にあげるのは構わんが、ふわっちにやるのが性に合わん。あー、でもあの一番綺麗なお金のあげ方だと正直思ってる。なんでかっていうと、間にクッションをかますことによって、あの、綺麗なお金に変わるんですよ。それほら、税理士だからわかるでしょ。お金をダイレクトにやり取りすると、結構揉めたりとか疲れたりするんだけど、間に会社一個クッション置くことによって、信頼性とか信用性ってすごく上がるの。で、俺はふわっちで半分以上、このサイト作るのに、俺のね、労力よりも倍お金払うべきだと思ってるから、俺は全然、俺に支援してくれるんだったら、ふわっち一緒に盛り上げようよって感覚だよ。本当に。このサイトは本当にいいサイトだと思ってる。そう。でも俺は、アイテムくれる人、もうあれだから、理由なんていらないから。アイテムくれる人は俺にとって正義だから。はい、メロン、風船ありがとう。珍しいな、メロン。リスナーに配信やめろって言われるウナをどう思いますか？どうも思いません。配信者側からすると、だってさ、例えば、ふわっちがなくなっても俺困るんだよ。でしょ？このシステムなくなったら俺も食えなくなるから、俺はふわっちが末永くやってほしいし、ふわっちの何がすごいかっていうと、最近儲かってきてどんなこと始めたかっていうと、アイテムって、例えば宣伝するけど、これ俺別にふわっちから金もらってないからな。これアイテム買えるサイトなんだけど、ふわっちでアイテム買おうとするじゃん。そうすると、ね？ちょっと待って。通常アイテムどこだ？ちょっと待って。これ間違えた。まず、アイテム。あれどこだ？アイテム購入。普段はね、花火1個1080円なんですよ。これが通常価格なの。みんな知ってると思うの。
で、俺に500円入ってくるの。要は消費税抜いた半分入ってくるから。だけど、ふわっちが最近盛り上がってきてるから、ここ見てもらいたいんだけど、期間限定で10個で8900円って書いてあるじゃん。これ超お得なんだよ。で、ハート花火1個プレゼントだから、11個で8900円。要は、リスナーさんの負担を減らして、俺らの取り分下げないっていう。要は、ふわっち側の取り分が下がる仕組みとかもやってんの。すごくない？これ多分決済が近いんだよ。俺の予想。要は、今年のふわっちの運営会社が儲かりすぎたから、ちょっとはリスナーさんに還元しようっつって、ふわっちの取り分が下がって、リスナーさんはお買い得で、配信者もお買い得なことやってくれてんの。こういうことできるから俺はふわっち好きなんですよ。アイテムのセールやってんの。めちゃめちゃ頑張ってるよ。あと、俺いろんなところから配信者だから噂聞くんだけど、ニコ生の配信者がふわっちの運営からうちでやってくださいっていう営業メール来たとか、要はうち本気で配信サイトやってるんで、ちょっとうちのサイトでやってくれませんかっていう営業メールが来るんだよ。で、お金いくら払いますじゃないんだよ。運営さんの熱意なの。一回うちでやってみてくださいって。ぜひお待ちしてますって。すごくない？下半期決済だからだろうね。ああ、そうかもしれないですね。でも、これをちゃんとやるっていう会社は俺は信用できる。あとやっぱツイッター見てると、広告が載ってる？ふわっちの。配信者に向けて、ふわっちっていうサイトでやりませんかっていう広告が出てるから、ただ金儲けようっていう感じじゃなくて、このふわっちっていうサービスを盛り上げるんだっていう熱意が伝わってくるんだよね。例えば花火で考えるなら、280円運営。800円配信者とかならまだ運営。あ、俺はね、そこはね、全然、むしろ、例えば贅沢人、これなんでかっていうと、俺配信でお金もらうの長いじゃん。で、贅沢人は金に困ってないの知ってるよ。で、俺に10万とか渡そうと思えば渡せるけど、絶対揉める。これもうみんなそうだから。俺は揉めないって言ってきた人いっぱいいるんだけど、10万払うと思いが強くなるの。自分の納得いかない時に強気に出るの。絶対強気になっちゃうと思わない？ 10 万渡すこともできるじゃん。でも10万分思いが強くなるから、わざわざさっきの配信ねえわとか。そうするとこっちはさ、配信でプライドかけてるわけだから、いや口出さねえっつったじゃないですかってなるんだよ。いろんな配信者見てきたから絶対そうなの。だけど不思議なんだけど、 YouTube の広告の仕組み、YouTube の支援の仕組みとか、投げ銭システムでは絶対揉めない。なんでかっていうと、その日の気分だけ渡せるから。要は、ワド頑張ったな。今日は50円な。ワド、いい配信だったよ。今日は1000円な。気持ちが解消されるの。要は、お互いウィンウィンなの。会社クッションによって。で、直接の金のやり取りだと、返せよって絶対始まるから。俺、お前にどれだけやってきたと思ってんだよ。返せよって言われるのが一番嫌なの。何回も言われてきたから、言わないって言われたもん。だけど、運営通すと運営に言えないでしょ。運営のサービス買ったことだから。だから気持ちが楽なの、俺らは。本当に楽。間にクッション入ってくれるだけで。どんなに信頼してても、どんなことでも絶対揉めるから。だから俺は直接リスナーさんの金のやり取りは嫌だって思ってる。うん。これは俺は本当に思ってる。本当にね、人間関係崩れるよ、直は。もう小銭で揉めるのは一番くだらないから。本当にくだらない。そう、仲介料っていうよりも、その時、例えば、俺らも未然に切ってるわけよ、これ。ただでやってると思ってるけど、本当に金かかるの、配信って。例えば、みんな無料で見てると思ってるかもしれないけど、これ、一回延長するのに俺50円払ってるんだよ。だから、本当にこういう苦労とか分かってくれてる人は、ああ、ワド、今日延長してほしいから50円分 ?100 円渡すよとか。そしたらお前50円入るんだろうとか。あと、まあ、今日の配信良かったからジュース1本代とか、お酒1杯とか、気持ちをもらうっていうのは、俺は本当にありがたいと思ってるよ。うん。だから、細かいその運営会社がどうこうじゃなくて、本当に和道の放送を楽しみにしてて、この放送を長く続けてほしいっていう人はアイテム欲しいです、僕は。和道のことが好き、和道の配信をもっと盛り上げたい、和道の
ね、配信がどんどんいい方向に行ってもらいたいっていうなら、1円でも100円でも100万円でも、どんどん俺は拒まない。どんどん応援してほしい。で、そういう人を優遇します、僕は。悪いけど。俺は億万長者になりてんだわ、配信で。そう。チャンネル？何の？ありがとうございます。バカありがとう。だから俺、100万円直接欲しいとか言わないでしょ。うん。大きい金額は直接振り込んでくださいとか俺はないと思ってるから、俺はこっからお金もらおうと思ってるよ。だってアイラなんか700万だよ月収。あれ直の振り込みだったらさ1400万だよ。アイラがなぜこれを採用してるのかもっと考えればわかるぞ。要は揉めないためなんだよ。ニコニコとかフレッシュ、あれはね、あの運営から気に入られないと無理。うん、骨だよ骨。まあ、金は全然あればあるほどいいと思うけど。金梅さん100万。あ、まあ、金梅さん100万ぐらいいってるね。うん。金梅さんですら100万だからね。もっともらっていいと思うよ。トップ配信者なんだから。俺、金梅さんは100万以上の働きや、いって。100万以上の働きしてると思うけど。どうなんだろうね。5000人ぐらいの暇つぶしをできるわけでしょ。すごいよね。今の支援したくなったけど、アイテムの支払い方法に使えるやつが一つもなかった。一番いいのはね、アイテムはコンビニ払いで買えるウェブマネーっていうのがあります。コンビニで1000円とかで、カードを買うんですよ。ウェブマネー、のんたん？今動いた？あ、そっか。ウェブマネーを1000円とか2000円買って、金額選べるからウェブマネー。それでコンビニで買っておいて、もうふわっちのポイント貯めておくっていうのがいいと思う。で、1ヶ月に1回面白い配信があったら和道に風船あげようとか。理想の月収？俺は今億万長者狙ってます。配信で1億稼ぐと。1年間でね。年収1億。まあ、その前のステップの段階で年収1000万。それが目標ですね。まあ、目標金額って書いてあるでしょ、ここに。うん。俺常に表示してるよ。うん。毎月毎月、今月これくらい稼ぎたいから目標にしてるよっていうのはリスナーさんにシェアしてる。うん。ウェブマネーが多分一番楽だと思うよ。だってさ、今のご時世さ、まあ、中学生のアルバイト代でもさ、まあ、5万ぐらいいくでしょ？ 1 ヶ月働いて。で、5万のうちさ、100円、200円なんかさ、ガキでも出せるわけだから、うん、1ヶ月ただで見てさ、ああだこうだ文句言ってさ、金はビタ一文払わないってさ、結構ずうずうしいと思うよ。結構ずうずうしいと思うよ。うん、一本なら現実味あるかな。そうだね。10億とか難しいと思うけど。でも、生涯のうちに達成しようぐらいの感覚でいるから。うん。絶対に、その配信で億万長者になる。死ぬ前に。うん。とりあえずね、1000万目標にしてる。直近の目標は。でも、年収億プレイヤーは、なんか、この配信っていうものをでかくしたい夢があるから。それくらいしないと、後輩に失礼だなとは思ってるね。そうそう、ウェブマネーはコンビニで買えるからありですよ。だから自分であんまり使いすぎちゃう人もいるから、結構100万円とか払っちゃう人とかもいるから、お金持ちの人だと。そういうのじゃなくて、自分のお小遣いで、まあ和道の放送にこれくらいの価値があるなっていう金額を決めて。俺が大体言ってんのは、月収の100分の1ぐらいは俺に投げろって言ってるね。100万円稼いでる人は1万円俺に支援してくれと。で、10万円稼いでる人は1000円、ちょうどいいでしょ。うん。だいたい月収の100分の1ぐらいの価値のある放送を目指してる。和道に100分の1で上げるかみたいな。ヘビーで見てる人はね、
全員に強要してないけど、それくらいが配信で使うお金としては一番いいと思うよ。まあ、お小遣いあげるっていうか、ペットだよね。和道というペットを買おうみたいな。漏れなく今ならノンタンもついてきますみたいな。うん、だ人の人生観察できる料金としては安くない？絶妙。テレビと違う面白さっていうのは顔色を伺わないっていうことだよね。なぜかお金払ってるのに逆らってくる可能性もあるからね。あ、ブロックだよとか言って。おめえムカつくからいらねえよこの野郎あーとか言われる可能性もあるよ。それがテレビと違うところ、スポンサーに立てついてくるっていう。ガッチャガチャにしてやるよとか、うん、まさかの裏切りがあるからね。そこは自己責任でお願いします。和道グッズとか買って応援なら喜んでやってるんだから、投げ銭だけで考えてる。まあいいよ全然。俺はだからあくまで言ってるけど、俺は嬉しいっていうだけだから、強要はしてないのよ。強要は全くしてない。で、贅沢ビートは別に嫌いじゃないし、うん。好きだから。で、応援してくれてる気持ちがあるの分かってるから、俺。伝わってるから、コメントで。うん。ただ、なんだかんだ言って、アイテムくれないやつっていう評価は変わらないから。俺にとっては別にアイテムくれなかったら、気持ちはあるんだよとか言われても、お前くれないんだろっていう評価なのは、それはしょうがないから。なんだかんだ言ってくれねえのはくれねえんだからって、うん。俺はだからその程度の付き合いだと思ってるよ。これは悪い意味でその程度じゃなくて、俺が贅沢ビトに対してそれだけ思い入れのない配信をしちゃってるっていうこと。わかる？要は俺の責任って意味なの。要は贅沢ビトが和道の放送大好きだわと、こいつの人生にコミットしちゃうわって思ったら1万円でも100万円でもくれるよ。俺がそこまで魅力をプレゼンテーションできてないだけでしょ。だから別に俺は今の関係でいいと思ってる。風船嬉しいよ。だってさ、俺1日にだいたい7000人ぐらい放送見てくれんだよ。1人が風船1個くれるだけで商売成り立つかんね、食っていけるかんね。そうそう、面白ければ投げるでいいんだよ。いや、それは違う。俺はそんなもんだと思ってるよ。俺は自分がもっと面白い配信できるようになったら、どんどんアイテムもらえると思ってるから。アイテム課金って PC から買ってる時も、違う違う。なんで PC の時は割引効くかっていうと、PC の時は Google とか Apple 経由しないから割引できるっていうことよ。要は、ふわっちが運営側は、携帯電話で買わないでって言ってんの。ウェブから買ってって。要は Google とか Apple って 35% とか取られるから、そんなのに払うぐらいだったらウェブから買ってくれたら割引できますよってこと。そう。これは経営者じゃないとわかんないことね。要は、Google ふざけんなって。これだけ取られてるからやだよって言ってんのよ。だから癖をつけたいんだよ。パソコンから買う。ウェブマネーとかならそっちで手数料ですね。まあ取られるけど、それでも安いんだと思うよ。Google は 35% だから。わし、某配信者のめっちゃ囲いしてるが、そこでもふわっちと投げ銭はやったことはない。わかったよわかったよ、うん、これでも贅沢微糖から、例えば裏で和道ってカコつけて、ね、100万やるよとか10万やるよって言われても俺受け取んないよ。悪いけど。うん。今、断ってる。うん。揉めるから。俺いい付き合いしたいからみんなと。うん。どんなに大金でも断ってる。風船投げてって。風船一発でいいよって。うん。揉めたくないっていう。リスナーさんといい関係を作りたいの。これはマジ。揉めるのが嫌だ、本当に。今まで何回揉めてきたか。めんどくさいんだよ。気楽にやりたくて配信やってんだからさ、仕事に選んでんだから。気楽にやらせてほしいよね。いろいろあるよ。いろいろあるよ。うん。いろいろありますよ。うん。いろいろある。本当に。お金は揉めるよ。お金は揉めます。
でもあれだぜ、 YouTube って手数料 97% で、俺 YouTube にさ、動画上げてるじゃん。 YouTube だったら 97% だよ。俺 97% 入ってくるんだよ。だから支援してくれてる人 YouTube でもいますよ、うん、見るよ。見ます、うん、お金は魔物だよ、うん。例えば Google の広告料だけで言ったら、どれだ、ちょっと待ってね。あ、ダメだ、ごめん、見せらんないわ。ごめん、見せらんない。なんでかっていうと、これ YouTube に動画あげるから見せらんないです。申し訳ない。これ動画あげるとバンになっちゃうから、ごめん。見せたいけど見せらんねえわ。申し訳ない。金額だけ言おうか。あ、もうやめとこう。バンになる可能性あるから。やめときます。広告飛ばしてもお金発生する。飛ばしてもね、飛ばす飛ばさないじゃなくて、Google が自動的にその人に沿った広告っていうのをやってくれるんですよ。例えばさ、今スキップできない動画とか強制的に流れるでしょ。あと、自分が Amazon とかで検索した内容に沿って、例えば年齢的に30代の男性だったら車の CM が流れるとか勝手に選んでくれるの。だから確率的にね、出るんですよ。確率的にクリックする人は必ず現れるから。うん。亀尾さんはどつ。だから飛ばしていいんだよ。全然。うん。ただクリックすればするほど、収入上がるんだけど、別にそこは強要しな、してないね。じゃあ頑張ってくれ。わし今週からくっそ忙しい期間入るんで、多分しばらく見れないから。またの。おい、ありがとうね。お疲れい。うん。繁忙期だ。あれか。あれだ。確定申告だ。1ヶ月ぐらい多分来ねえな。確定申告でバッタバタだよ。大変だ。繁忙期ってやつだ。4つ目の支援っていうのは、例えば、もう今月でこのサービス終わっちゃうんだけど、例えば僕の動画あるでしょ？僕のチャンネル見ましょう。ここにチャンネルあるでしょ？これ。例えば、これのどれか動画をクリックします。動画をクリックする。ね？そうすると、あれどこだろう？なくなっちゃったのかな？まあいいや。YouTube のチャンネルに行って、ここ、支援するっていうのを押すの。これ動画にもあるんだけど、支援するっていうボタンを押すと、まあ、1万円、5万、500円とか、この任意のやつは5万円まで振り込めます。5万円。これかな ?5 万円。で、次へってやると、5万円、クレジットカードで振り込みませんかって。これ 97% 俺に入ってくるね。5万円ね。これが支援の方法。視聴者ファウンディングっていうサービスだね。だから YouTube がいかに最先端のことやってるかだよね。うん、手数料、ほぼ取らないっていうね。振り込み手数料の方が高えんじゃねえかと思うよね。Google はすごいっすよ、ほんと。生放送も多分持ってかれると思ってる、俺。アカウントすら持ってない。Gmail 作ってよ、リオンさん。YouTube でも船下船やるって噂？船下、何？投げ銭？投げ銭もうやってますよ。今見せたじゃん。うん、投げ銭もう、っていうか投げ銭もうやってます。97% 俺の取り分。Google 3%。で、そのサービス2月で終わりです。はい。なんか新しいの作るらしいよ。自動翻訳もやってるよ、YouTube。うん。生放送もやってるし。投げ銭は一回ストップかかります。2月で。うん。もう始まってる、とっくに。
動画配信サイトも近いうち Google 収束してきそうだね。 Google はもうとっくに仕掛けてきてるけど、なかなかうまくいってないですね。いや、日本のねテレビ業界が反発してるから、提携がうまくいってないんだと思う。四つ目動画出してるけど収益設定はしてないですね。収益の受け取り方、アドセンスっていうのを登録しないとダメですね。大体ね、1回 0.1 円とか 0.05 円とか。これから始まるのはライブの投げ銭？あ、そうなんだ。へえ。ふわっちみたいに生放送でもやるって聞いたんだけど、 Google アカウントがなくてもできるとか。あ、そうなんだ。うん。これ身長170ですね。チビス。でも意外と小顔なんだよ俺。顔でかいと思ってるでしょ。意外と小顔なんですよ。デブだけど。デブで顔小さいからさ、かっこ悪いんだよ。アドセンスがなくてもできる。アドセンスとは違う仕組みですね、投げ銭は。Google ペイメントって言って、あのアプリとかの支払いの機能と紐付けてます、今は。別会社ですね。広告と仕組みが違うから。俺もう YouTube の生放送は3年前からやってるよ。ふわっちは買収されないだろうね。うん。買収しないと思うよ、ここまでうまくいってる事業。本当にふわっちはもう超儲かってる事業だと思う。この会社の多分ね、収益の柱の3本のうちに入ってるね。近所なんだよね、運営会社が。挨拶に行きたいっつったら断られちゃって。Gmail 便利だよ。うん。Google の機能やばいよ。Word、Excel とか無料で使えるの知ってる？今。Google。うん。すごくて、Word、Excel の機能が無料で使えるのすごいんだけど、例えばなんだけど、今見せようか。ここ、これ、ドキュメントっていう仕組みなんだけど、これ Google ね。Google のワードで、あーってこう、バーって打てるじゃん。あーって。これ、100人でも200人でも同時にできるの。要は、この一つのスプレッドシートっていうエクセルに対して、みんなでここで書き込めるの。バーって、訂正できるの。だから、ここはこうじゃない、こうじゃないってみんなで作れるの。で、誰が編集権があるとか、誰だけは読むことができるとか、これ、エクセルバージョン、エクセル、ワード、PDF、あ、PDF じゃない、パワーポイント。そう。だから、もう、なんつうの。今、マイクロソフトのワード、エクセルがもう全く機能されてないの。すごいよね。これどういうことかっていうと、最近、何年前かな？何年か前に、ワード、エクセルの開発したマイクロソフトの社員を Google が引き抜いて、要は、同じもん作れっつって、もっとすげえの作れっつって、これを作ったの。これはドキュメントって言って、ワードなのね。で、スプレッドシートって呼ばれてるのはエクセル。だから今の会社はね、もうね、マイクロソフトの会社使わないで、リアルタイムでエクセルとか共有してますよ。で、もう訂正とか会社同士でバーって書き込んで。すごいよ。Google マジで世界征服だよ。だけどクラウドだからセキュリティはちょっとね、あれだから。うん。静寂はちょっとまだ使えないと思うね。クラウド上でやるってことは URL 踏んだら誰でも踏めちゃうってことだから、セキュリティを設定できないとダメだから。まあでも Google が勝つだろうね。すごいよね。まあメールだけじゃなくて、例えば俺が使ってるのは、さっき写真を見せたでしょ？これね、Instagram とかと桁が違うのは Google フォトっていう機能を使ってんのよ。Google フォト。で、Google フォトっていうのは無制限で何枚でも高画質のデータを写真を保存できるクラウドサービスなんだけど、俺は写メで撮ったやつを全部クラウド化してんの。要は Google に全部写真保存してて、それが時系列何年に撮られた写真とかが全部残るのね。だから過去の写真、こういうのは全部クラウド化してます。これ Google クラウドなんですよ。だからここで、
全部もうアルバムが自分の中で見れるっていう。だから自分の携帯電話とかパソコンに保存していなくて、ここの URL 踏んでパスワード入力したら自分の写真思い出がずーっと Google の中に保存されてんの。やばいでしょ。クラウドの時代ですよ。無制限だかんね。狂ってるよね。狂ってるよ。無制限だよ、サーバー代が。有名人のとか流出しそう。もし Google がそれをやったらもう多分このサービス終了だろうね。セキュリティをすごい上げてます。だからもう全情報を網羅しようとしてるね、Google は。世界中のデータっていうのを全部 Google サーバーに情報を溜め込んで。要はあれだよ。エヴァンゲリオンの石板ですよ。すべての地球上のデータを Google を経由させようとしてんの。恐ろしいことやってるよ。新しいフォロワーさん紹介します。トムソンさんフォローありがとう。元木さんフォローありがとう。勝てる企業ないだろうね。ヤフーをフォトに保存してたけどサービス終わって見れなくなった。残念ですね。そうだよ。写ってる写真とかをもう全部データ登録してるから、その全世界でこの顔っていうのを全部認識して類似するデータをバッて表示させる機能とかあるの。だからマジで情報戦争で完璧に勝とうと思ってるんで Google は。ただ俺はクラウド賛成派なんで、セキュリティなんてものは別にリアルでも起こることだから、そのなんつうの、誰かに見られちゃうとかって、別にクラウドに置いとく方が便利だと思ってる。20年後に Google が残ってる保証はないよ。確かに。もうっていうかね、インフラをやろうとしてんだよね。情報のインフラをやろうとしてるから、Google は。すごいよね。YouTube が未だに赤字っていうのもすごいけど、投資し続けるからね。すんごい額のさ、何千兆円、何千億円かっていう規模の赤字を垂れ流しても出資者が集まり続けるっていう。これは Google が潰れる可能性は限りなく低いと思ってて、Google がなくなることによって困る会社っていうのが多すぎるんだよ。だからインフラ化しちゃってるっていう。東芝とかはもうなくなるよ。俺は普通だとよく持ったなっていう感じだけど。税金投入しまくってさ、守ってたわけじゃん。もうそれでもう無理だよっていうこと言われたわけでしょ。まあ別に、Google、東芝が潰れたのは逆によく今まで持ったなと思ってるけど。宇宙開発もその一環、ネットのインフラがない国にも宇宙衛星からネット接続させようとか発想がすごい。すごいよね。俺もすげえなと思う。民間企業が衛星飛ばす時代だからね。怖え。軍事力に匹敵する力持ってるんだから。マジで怖えよ、Google。もう Google っていう国家だと思ってるよ、俺は。Google 帝国万歳だよ。本気で Google っていう国家だと思ってるよ。地べたで線を引っ張ってて時間とお金がかかりすぎる。でもなんか Google の気持ちいいところはなんかやることに一貫性があるから好きだね。Apple は薄いだけ。いや、Google の話をしてて Apple と比較するっていうのももう話を全然理解してないと思ってて、マイクロソフトの話、Windows の話をしてるときに Mac の話が出るならわかるけど、アップルは別にクラウドサービス全然弱いからね。そのうちターミネーター作る。楽しいじゃん。
ロボットと戦争とか憧れるじゃん。ワクワクするよね。こんなさ、2017年にさ、ジーパン買えないから裁縫やってるやつって俺ぐらいじゃないの？日本で何やってんだろう。クラウドだなんだとか言ってることとさ、やってることのギャップどんだけアナログなんだよっていう。ワッペン貼ってるやつとか見たことないでしょ、このご時世。何がクラウドだよっていう。ギャップが激しすぎるよね。戦争中じゃねえんだからみたいな。自動車事業は撤退したね。要は法律的に難しいっていう判断、国家が判断。ドローンの事業も面白かったんだけどね、アマゾンの。ドローンと要は自動運転は要は戦争の兵器に使われる可能性があるから国家が猛反対したのよ。やっぱダメだったね。まあそりゃそうだろうっていう。だから本当に Google が戦争を起こそうと思ったら起こせちゃう可能性があるから、そこは全力で止めに行ったよね、やっぱ国連が。まあまだ早かったってことだよね。認めねえよっつって、見切りが早いのもいいよね。まあだからまだ敵に回さないっていう判断でしょ。まあ今のところおとなしくしとこうぜっていう。ただ俺らはできるんだぜっていうね、威嚇はやってるわけじゃん。だから国籍の概念がなくなるって言ってんのはそこなのよ、俺は。 Google とかが下手に、ね、Google とか Facebook っていう国家が生まれる可能性があるのよ。その土地を持たない国家、思想の国家っていうのかな。研究が進んでるところを引き抜いてるんでしょ、だからそれが本来は国家とかが昔は引き抜き合ってたわけじゃん、技術者を。だけどそれを民間企業ができる時代になったっていうのが怖いところなんだよ。下手な小さい国家とかよりも権力を持っちゃったっていう。アップルとかもそうじゃん。アップル、グーグル、マイクロソフトとかそういうことでしょ。ソニーもな、全然いけたんだけどな。もったいねえよね。でもソニーのすごいところはフェリカがすごいと思ったね。携帯電話を売るよりも全携帯電話に内蔵させるあのフェリカっていう機能を作った方がいいんじゃねっていう発想力は日本らしくて結構かっこいい戦略だと思ったね。フェリカはかっこよかったな。ソニーは野望がでかすぎた。まあねえ、ハードウェアよりソフトウェアの方がさ、原価がかからないビジネスモデルだからさ、金融のソニー、そうだよね。だから電子マネーを牛耳ろうとしたわけじゃん、ソニーは。超賢いと思うよ。電子マネーを自分の会社を経由しないといけないわけだから、銀行業だよね、あれは。手数料ビジネスに行ったわけですよ。あれは綺麗なビジネスのやり方だなと思ったよ。日本人なかなかやるなって。まあ日本の企業じゃねえか、もうソニーは。
でもソニーにかっこいいマシンを作ってほしかったな。俺はボタンがいっぱいある日本製品結構好きだったんだよね。無駄に使いこなせないぐらいボタンをガチャガチャに内蔵させるっていうさ。あのメカっぽさは好きだったよ。かっこよくない？日本の商品。メカメカしてるっていうか。メカメカしい。ていうかなんか最近リスナー増えてねえか？なんか最近リスナーの閲覧数多いよな。どうした？なんか地味にゆっくりゆっくり、未だになんかバブルが止まらないんだけど。ありがとうみんな、応援してくれて。ソニーは過去の成功体験に縛られてアップルに出し抜かれた。ウォークマンでもハードもソフトも顧客の世界一のものを作ってたが、アプリを売る。アプリよね。だからホリエモンにやらせればよかったんだよ。ホリエモン言ってたじゃん。ソニー今ね、ソニーの俺社長やらせてくれれば勝てるってね。増えたよね、閲覧ね。しかもなんか新しいリスナーさんが増えてすごい嬉しい。やっぱさ、固定客ばっかりになってくると、もう話がループしてくるっていう部分あるじゃん。でもさ、いい面も悪い面もあるんだけど、別に固定客が悪いってことじゃなくて、新規が増えるとやっぱ新しい数が吹くから、新しいイベントとか積極的に参加していこうと思ったよ。人の企画とか。チャンスがあればね。すげえ嬉しい、今の状況。やっぱ配信者は見られてなんぼだからね。ありがとう、みんな。確かに手縫いはダメだな。ミシンでダダダダダってやるね。人気出たら嬉しい？いや、めっちゃ嬉しいわ、そのセリフ。涙出るぜ、マジで。このでも配信っていうものをもっともっと盛り上げたいね。うん、そろそろ寝ます。うん、リオンさんいつもありがとう。おやすみ。また明日。ありがとね、いつも。おやすみ。おやすみ。どうなんだろう。どれくらいやればいいんだろう、これ。こんな時間か。縫ってる縫ってる。結構楽しいんだよ、こういうこまごましたさ、なんか乙女だからさ、俺さ、うん、料理は好きだし、片付けも洗濯も大好きだし、こういうのもう主婦になりてえよ、マジで。超楽しいよ、こういうの。生きがいを感じるよね。だってさ、いいじゃん。今って捨てる時代じゃん。こうさ、リメイクっていうのかな。俺このジーパンいいなと思っててずっと履きたいの。別に思い入れあるジーパンってわけじゃないんだけど、物を大事にするのってかっこいいなと思って。わかるかな、なんか。だってこうやって直していったらずっと履けるわけじゃん。かっこいいよね。なんか、その新しいものを買うとかじゃなくて、そのなんつうんだろう、直すっていうのがないから、世代的に直すっていうのに慣れてないっつうのかな。もう新しいもの何でも変えちゃう世代だから、直すってかっこいいんですよ、俺の価値観っていうのかな。直す価値観、直すことっていいよ、うん、そうそうそう、わかるかな。なんかうまく伝えらんないんだけど、直すって慣れてない世代だから。そう、車を修理するとかさ、服を縫うとかさ、かっこいいんだよね。これがね、多分ね、わかんないんだろうな。なかなか、ちょっと俺も表現しづらいんだけど、かっこいいんですよ。時間をかけて大切にするっていうか。ああ、いや、それが悪いっつってるわけじゃないの。そこ誤解しないで。違うんだよ。趣味としてやりたいの、これを。かっこいいんだよ。その否定してるわけじゃないの。直さないとダメだよとか言ってるわけじゃなくて、なんかいいじゃん。古き良きものを大切にしてるのって、逆に新しいみたいな。これ？
これね、ジーパン買ったんだけど、新しいジーパン欲しいって言ったら、のんたんが縫ってあげるよって言われて、もうこれずっと同じジーパン履いてんのね、黒いやつ。で、股が破けちゃったの、この股の部分。で、破けた部分、今ね、全部ね、ステッチって言って、こういう風に赤く縫ってるんですよ。ここ股破けたが、ここ縫うんだけど、こことか。いや、俺、デブだから股の部分が破けてくの。お尻とかも、こうやって。お尻の股の部分とかをステッチでバーって針で潰して縫ってるのよ、こうやって。ていうか、のんたん、ほんとひでえな。下手くそだな、のんたん。のんたんが結構ひどくしてるんだよ。で、ワッペン貼ってるの。お尻のポケットの部分に、ワッペン貼ってる。うん。のんたん下手じゃん、俺より。まあ、嬉しいわ。彼女が縫ってくれてる。そんな感じ、うん、破れた部分とかを縫って自分で直してるって感じだね。新しいジーパン買ってないよ。これだからもう1年ぐらい履いてボロボロに、毎日履いててボロボロにしちゃってるやつを自分で直して、のんたんが縫ってくれてるね。うん、嬉しいね。そう、いらなくなった生地とかを裏に当ててステッチでバーって潰していく、うん、なんかかっこいいですね。なんかこう物を大事にする人ってかっこいいなと思って、愛着湧くね。なんか自分で直すってそこに命を吹き込むことだと思ってて、大げさかもしんないけど、なんかそこになんか思いがどんどん深くなっていくから、うん、直そうと思えば直そうと思うほど、うん、あとなんか既製品じゃなくなってくんだよね。誰、ユニクロが作ったジーパンなのが俺のジーパンに変わってくんだよ、少しずつ。ユニクロじゃなくて俺が作ったジーパンだよみたいな、オリジナリティが出てくるんだよね、そこに。そんな感じかな。裁縫できる男子ってかっこいい。いや、かっこよくはないでしょ。乙女なんだよ、乙女。頭痛いな今日。なんだろう、すっげえ頭痛がする。めちゃめちゃ頭痛い。ユニクロならウレタンが入ってると思うんで1年でボロボロ。あ、そうなんだ。どこのメーカーがいいの、これ。ウレタン入ってんのかな。ジーパンどこのメーカーがいいとか長持ちするメーカーあったら教えて。バングラディッシュ製ポリウレタンって書いてある。綿とポリウレタン、ポリウレタンが 2%、 綿が 98% だって。気圧かな、わかんないんだけど、頭がずっと痛いんだよね、今日。今日トレーニングしなかった。ポリウレタンっていう素材ダメなんだ。知らなかったな。うん、着る服とかも自作したいね、ほんとにね。てか、飲んだ下手だな。下手だけど嬉しいから、なんとも言えねえな。けなげだね。俺の知らないところで縫ってる。なんか完璧主義者だからさ。なんか縫いが甘いとか言いたくなる。自分はエドウィンのジーパン履いて、季節ごととはいえ2年くらい履いてますけど、まだ全然履けますよ。マジか。レギュラー 501? リーバイス。リーバイス好きだったけどな。染島さんいらっしゃい。劣化しやすいんだ、伸縮性があって。ちょっとジーパンも研究しようかな。なんかね、自分の好きなジーパンの銘柄とかあるとやっぱかっこいいもんね。俺はこれユニクロですね。ボロボロだけどね。
ミシンとかでダダ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 ってやった方がいいのかな、こういうのって。手縫いのステッチだけど。ボンタン不器用だな。穴が開くと自分で歩んできた証って感じがして嬉しくなる。Gパン好きな人はね、ダメージジーンズこよなく愛してるもんね。革ジャンに穴が開いたのどうしよう考えてた。ワッペン、革ジャンはワッペンじゃなくて革でステッチ入れた方がかっこいいと思うよ。うん、革で当て布をして革をバーって縫っていく。布の当てはダサいと思う。あの革ジャンとかは、革は革で揃えた方がいいと思うよ。服のリメイクって上手くなる、生活変わるよね。分かってるけど全然しないけど、いやー買った方が安いよ、うん、買った方が安いよ。要は今はもう時間を使うのが難しくなってるよね、うん、うん。皮を当てる。うん。皮を後ろから当てて、例えば黒い革ジャンだったら、白い革とか、茶色の革とか、ヌメ革とか、要は明らかに色が違うのをやって、で、ブワーって縫ってったら、なんかかっこいいと思うよ。それ、ベルルッティの靴みたいになると思うよ。イメージはね。ベルルッティの靴見せようか。ベルルッティの靴にそういう有名なモデルがあるんだけど。買い直した方が安く済むよ、絶対。ただ、なんか貧乏な生活も楽しみたいなっていう俺の欲があるんですよ。例えば、まあ、イメージね、俺の。ベルルッティの、これ新品なんだけど、こういう革？うん。もうここ、明らかにここをバーって大きく縫うっていう。違う革を当て布して、こういうイメージ。こういうのとかどう？これめちゃめちゃかっこいい。有名なモデルなんだけど、ベルルッティの。うん、これかっこよくない？どうなんだろう。もうこういう斬新な感じで、あえて攻めるみたいな。うん、あとあるかな、ベルルッティで。バッツリ切った。これとかね、こういう感じで、うん、別の革を当てちゃうっていう。革好きだね。うん。だからなんか自分のさ、お気に入りの革とかさ、問屋さんに行って探してきて、こういう風にもうバッツリ縫っちゃうっていう。明らかに。いいよね。かっこいいよね。そうそう、そう、そうなんだよ、たっちゃん。そう。俺はね、金があったら幸せになれるじゃなくて、貧乏でも幸せになれるっていうのを証明したいのよ。俺は別に金持ちで幸せになるのもありだと思ってんだけど、そこを否定してるんじゃなくて、そこ、なんつうの、人の思想に乗っかるなっていう。そう。与沢翼とかは別にいいんだけど、そうじゃなくて、自分から作ろうよっていうのがあるの。思想は自分の生き方作ろうよって。だから、人からの受け売りで金持ちになったら幸せになれるんだって思い込むんじゃなくて、貧乏でも幸せになれるんだよっていうのを提示したいの、俺は。そこ。アンチテーゼなんですよ。資本主義の。そう。足りないぐらいがちょうどいいんだって。それがやりたいの。別に金持ちを否定してるわけでも、資本主義否定してるわけでもなくて、考えろよ、感じろよっていう。そう。喜びは内側にあるんだよっていう。うん、ベルルッティは高いんだよ。だから、ワドルッティですよ。ベルルッティができないからこそのワドルッティですよ。東急ハンズに行って、革を自分で買って、好きな革をこれくらい買って、穴開いたところに裏からバッチバチにかっこいいの縫うと。そうそう。そういうなんか、なんかその、なんつうの、俺はだから、ブルーハーツの思想だよね。見てきたものや、聞いたこと、今まで覚えた全部。でたらめだったら面白い。そんな気持ちわかるでしょう。これですよ。今、見てきたもの、いや、聞いたこと、今まで覚えた全部、デタラメだったら面白い。そんな気持ちわかるでしょって、うん。リーガルも直すよ。うん。後ろから当て布して、ワドルッティですよ、うん。楽しいじゃん。
金あれば何でもできるけどないの。あのね、これね、俺ね、これ、名言だから覚えてて。これ、和道の名言だから。金があったら何かできるのにって言ってるやつ、全員に次ぐ。俺に金があったら何かできるのにって言ってるやつ、全員に次ぐ。お前みたいなやつは、金があっても何もできないから。覚えとけ。金掴むやつっていうのは、何にもない状況で俺ならできるって言って掴んでくんだよ。金があったら何かできるってやつは何もできないやつだから。何もないものから何かを作れるやつが金掴むやつだ。覚えとけ。俺は金掴むぞ。うん。これは本当に言いたかった。うん。そう。金があったら何かできるって言ってるやつは世の中のサービス買うことしかできないんだよ。ゼロから何かを作り出せ。俺は喋り一本でここまで来たぞ。うん。いや、後悔してないよ。めちゃめちゃ大事にしてるわ。うん。ていうか、いい色合いになってきて、最近評価変わってきたよ。え、ちょっと渋くなってきたって言われるんだけど。かっこよくない？存在感あるでしょ？こう、ボンってさ、置いてるだけでかっこいいんだよ。絵になるんだよ。赤で正解だったと思ったよ。かっこよくない？部屋とかにボンって置いてあっても、絵にならない？なんか、渋み出てきたよ。まあ、なんかこう、人と同じものが嫌いなんですよ、僕。思想も服も、髪型も全部。そう。人と違っていいじゃんっていう。うん。人と違っていいじゃん。いいじゃない。人と違って最高ですよ。うん。頭痛くて変なテンションになってきた。2キロ、2キロ。うん。まあ、不便は不便だけど。俺は不便なものとか好きなの。うん、結構好きなの。めんどくさいものとか不便なものって結構好きなの。人間もね。めんどくさいやつと付き合うの大好きなの。浅井さんもロハコさんもめんどくさいでしょ。うん。めんどくさい人が好きなんですよ。うん。愛着があるんですよ。そう。俺にはフェラーリなんていらない。めんどくさいハーレーダビッドソンをよこせ、うん、あのね、昔ね、ハーレーダビッドソン俺乗るの夢なんだけど、なんでハーレーダビッドソンに乗るのに憧れたかっていうと、もちろんデザインもかっこいいんだけど、あのね、ハーレーダビッドソンって一回生まれた国に持って帰るっていう儀式があんの。日本でハーレーを買ったら1年に1回ハーレーをアメリカで走らせるっていうの、結構有名な話で、で、そこのイベントのインタビューを見たときに感動して、すっごいデブな革ジャン着たおっさんがズゴゴゴゴゴって乗ってるわけよ。みんなでブワーってハーレー走らせんの。アメリカ大陸で。あの、ハイウェイをさ。で、そこでインタビュアーが、ね、逆に質問されんの。そう、おじさんに。おい、お前っつって。優秀なバイクの条件言ってみろって。もう一括にサングラスかけたおっさんに、おい、お前優秀なバイクの条件言ってみろっつって。で、答えられないの。もう、圧倒されてんの、インタビューは。そしたら、教えてやるよっつって。いいバイクの条件はね、速くて、静かで、燃費がいいバイクだよ。わかるかって。速くて、静かで、燃費がいいバイク。これがいいバイクだ。俺らはちげえからっつって、ズトトトトトトトつって、ドトトトトトトトってみんなで走り去ってくの。俺らちげえからっつって、そんなもんいらねえやって。かっけえだろ。うん。うるさくて燃費が悪くてすぐ壊れるバイク乗ってっから。そういうのがね、アメリカ人らしくていいんだよ。うん。浅井さんやロハカさんを中心で見下して軽蔑してるくせに。心の中で全然見下してないよ、俺。うん。やめてほしいな、そういうのは。普通に、尊敬してますけど。うん。うん。うん。全然やめてほしいね。結構侮辱ですよ、それは。俺は今まで出会った金持ちとかよりも、ロハコさんとか浅井さんの方が笑わせてくれたから、俺のことを。全然軽蔑してないよ。面白い人間だと思ってます。うん。月収100万稼いでるくだらない人間より全然魅力的ですね。あれ、タバコとかやったっけ？はい、ワドツ。ゆらちゃんいらっしゃい。
それは侮辱だね。うん、浅井さんとかロハコさんに対して失礼。ロータリーがそういう見方をしてるから、俺をそういう風に見えるの、それは侮辱だよ。ロータリーが浅井さんとかロハコさんをそういう目で見てるから、お前もそうに違いないっていう風に言ってるんだよ。お酒もうやめた俺、絶対それはあるから、人間ってそういう生き物だから、自分と重ねてみちゃうから、ロハコさん全然面白いよ、全員じゃないけど、金持ちってできるやつできないやつの白黒思考みたいな人間の判断したりしない、冷たくなるという、それが商売だから、彼らの特性だから、要は損切りができるってことよ。初見さんいらっしゃい、メイちゃん楽しんでて、面白かったらフォローしてください。明らかに侮辱だよそれは、あ、言っちゃダメそういうことは。思い当たる部分ある、あるでしょ、ちょっとぐさっとくるでしょ。俺別にロータリー嫌いじゃないし好きだから、ダメよ。心の、自分の中の心の、なんつうんだろう。俺別に、なんだよ。なんつうの、浅井さんとかロハコさんに間違ってるとか思うときは、あ、言うよ。全然。おかしい、言ってることおかしいでしょとか、頭おかしいわとか言うよ。それはでも彼らと付き合いがあるからなのよ。それ人間関係仲良くなったらあるじゃん。ワドウそこ間違ってるよとか。なんで、ワドウさんにバカとか嫌いとか浅井さんに言われるじゃん。そう。でも、旗から見て、お前、下げすんで見てるだろうって言われるのは侮辱ですよ。お酒をやめた理由は、結構、まず、その、お酒を飲むメリットが一つもなかったっていうのに気づかされたことがあって、お酒を飲んで、百害あって一利なしっていう状態だったんですよ、僕にとって。で、実践してみたら、もう全くその通りだったっていう。お酒飲んでいいことが一つもない。ただそれだけ。逆にお酒を続ける理由がなかったんだよね。惰性で飲んでたっていうか、考えてなかったっていうか、お酒と向き合ってなかった。当たり前だと思って洗脳されてたんですよ。そこを自分なりに見つめて、お酒って何なんだろうとか、お酒を飲んでる自分を振り返ってみて、一つもいいことない。そんな感じです。ふわっち内の知り合いも面白いって言ってたよ。タバコは俺はめちゃめちゃ好き。タバコはメリットしかないと思ってて、タバコはもう絶対やめないですね、お酒、タバコはだって悪いところが全然ないんだよな、うまい、頭が冴える、うまい、で寿命も長くなる、体にいい、最高ですよ。人間を損切り、彼らのビジネス感覚なんか俺にはできないからなえる。いやでも全然俺は金稼ぐことは優秀なことだと思うよ。いいことだと思うよ。だから高級な100万円するとか10万円するワインよりも俺ファンタ飲みてんだわ。ファンタグレープの方が絶対うまいと思ってて、小祝いのブドウジュースと10万円のワインあって疲れてるんだよ。ぜーぜー言ってて汗だくなんだよ。で、小祝いのジュース150円と10万円のワインどっち飲みたいって言ったら、俺速攻で小祝いなんだよ。小祝いのグレープジュース手に取るんだよ。ワインなんか捨てるよ、そんなの。アイコスにしたい。アイコスにすればいいじゃん。ユラも和道さんの配信面白いと思ってるし、その知り合いも和道さんも面白いって言ってた。あはありがとう。武田邦彦教授の話を聞いてるとタバコは良いものって思ってきた。武田先生支持派だね、俺。ファンタグレープもうまいし、小祝いもうまいでしょ。小祝いうまいよね。だから、なんつうんだろう。高くて、意識を酩酊して頭が痛くなってまずくて。毒でしょ、あれ。だってさ、飲みすぎると吐くんだよ。とか言ってるじゃん。そこら辺で。ファンタグレープ飲みまくってさ、栄養になって太ったやつは見たことあるけど、ファンタグレープ飲みまくって、ってならないでしょ。あれ、毒なんだよ。飲みすぎてんだから頭悪いでしょ。で、うわーとか言って、会社の上司許せねえよーとか言ってんだよ。気違いでしょ。高くてまずくて頭おかしくなるのも飲んでんだから、気違いだよ。ほんと毒だよ。人間の歴史を感じながらワイン飲むとかいいじゃないですか。全然全然良くない。バカだなと思って見てるよ。まあ金が余ってんだろうなっていう。ファンタ砂糖だらけで糖尿になりますよ。糖尿になって何が悪いんだよ。
うまいじゃん。いいんだよ。糖尿になっていいんだよ、全然。何が悪いんだよ。うん、ワイン飲んでも糖尿なんじゃないの？わかんないけど。うん、まあ、とにかく体に合わなかったっつうか、価値観。酒と価値観が合わなかったよな、俺は。うん、酒と価値観が全然違った。うん、俺には必要ねえ。糖尿になったら辛いよ。わかんないけど。うん、まあ、なんか糖尿糖尿ね。酒飲んでも糖尿なんじゃないの？わかんないけど。俺はとにかく酒あんま好きじゃない。酒なんかいらないから。酒飲んで、うんまーってなったことない。まずって思いながら飲んでんの。糖尿になったらその時考えればいいっていうか、なんか酒は糖尿にならないっていう考え方の方がおかしくて、俺酒の方が糖尿になると思ってんだけど。うん、どうなの、うん、わかんないよ。ジュースもやめるかもしんないよ。俺にはジュース必要ないっつって。ワインは糖尿にならない。ポリフェノールも食べる。あ、そうなの、うん、ならないんだ。知らんかった。まあ別に全人類のワインを止めようとか思ってないですから、好きな人はどうぞ。別に否定派ではないんで、どんどん飲んでください。酒も糖尿病になる、依存性高い。ファンタも糖分多い、うん、俺はだから小祝のブドウジュースとワインだったら小祝の方がいいと思ってるだけ。やめないっすね。タバコは1000円になっても1万円になってもやめないと思います。多分所得を上げる方法を考えるでしょうね。タバコを吸い続けるために所得をどうやって上げるのかを考えると思います。その方が体にいい。俺は本気で考えてるのが、なんていうのかな、体に悪い、一番悪いのはストレスだと思ってるの。本気で思ってるの。だからストレスを減らすための最高の薬だと思ってるから、タバコは。俺にとってはね、ボルビックと小祝ぶどうなら、あー難しいな、水か。いや水には勝てねえんじゃねえの、やっぱり。いや水はうまいぞ、うん、ボルビックかな。難しい質問だな。ボルビックっていうか水道水でもいいんだけど、水はすごいよね。酒は喉に来る刺激が気持ちいいだけで美味しいとは思わない、うん、英語回帰でしょ。また人生歩めるんだが好きに生きるべき。違うんだよ。みんなね、日本人は生まれ変わりいいことだと思ってるけど、もう俺はこの人生やりたくないんだよ。もう嫌なの。俺下脱したいと思って毎日生きてんの。だから100点取るために生きてんの。生まれ変わりを肯定的に見てない、俺は。もうやりたくないんだよ。俺多分人間100回ぐらいやってるから賢いんだよ。人間1回目のやつとかいるじゃん。嫌なの、もう。もう人間早くクリアしたい。そのうち和道さん肉食もやめそう。いや、肉は全然食うよ。うん。そう。生まれ変わりを否定派です、僕。否定派っていうのは信じてるんだけど、英語回帰なんだけど、もう俺の人生もこりごりなの。またやってるよ、みたいな。一回目だと思えないんだよね。なんか攻略法が体の中に入ってるんだよ。下脱したら神になる、無になるって感じかな。全くの無になるっていうのが下脱ね。神になるんだよ。無。もうやだよ俺は。英語回帰は生まれ変わりというか、同じ人生を寸分狂いなく繰り返す。いや、俺の中の英語回帰は違くて、パラレルワールドが常に分岐してる感じの自分の人生を繰り返すバージョンなんだよ。だから、なんつうんだろう。
まあ多分昔こういうやつがいたけど下脱したなっていうやつもいるし、和道も女の穴はやめられねえだろう。あのね、でもね、俺ね、セックスに関してそんなに、夢は持ってないっていうか、俺セックスプロだから、俺よりセックス上手い男いないんだよ。本気出したらね。だから、なんつうんだろう、その、女の尻を追っかけてるっていうか、そういうのはあんまないかな。デジャブはそう名残、そう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 。こんな感じ。一日一箱っすね。冷凍ピザとコーラ最高にうまい。うん。性欲なくなってきたっつうか、俺はだから性欲一番あって毎日風俗行ってたのは10代後半の頃だから、うん。もう、いいやっていうか。うん。うん。なんかその、セックスに対しての幻想っていうのはないですね、僕は。うん、俺のセックスはもはやもう、なんつうの、儀式に近いから。脳の変性意識でトランス状態にするドラッグに近いから、俺のセックスは。うん、10代後半とか不良ですね。うん、中国人買いまくってたからな。下手でたまらない。うん、男の人なんか女の人なんか。アルコールは肝臓でグリコーゲンを分解してブドウ糖にしちゃうから糖尿の原因の一つ。ほう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 。風俗はソープ以外挿入無理だよ。そうだろうね。セックスはもともと儀式ですよ。子孫繁栄のための神。ああ。うん。だから俺はよくセックスって何なのかって、行くっていう字。日本人の女の子は行く行くって言うんだけど、あの世に行くっていう字を書くからだよ。で、アメリカ人っていうのは死の考え方って神様が降臨するっていう意味だから、カモンカモンっていうのね。っていうように、セックスのオーガズムっていうのは、なんかその死を連想するワードを女性が唱えるっていうのは昔から言われてることで。だから、宗教とかはなんでセックスを厳密、セックスを禁止してるんじゃなくて、本当に好きな人とセックスしなさいって言ってるのは、それが一番気持ちいいから、だと思ってるんだよね。挿入好きだよ、別に。早漏だよ、俺。だから、小さな死を共有できる人、その人と死ねる人とセックスをすると、オーガズムに達するって考え方。釈迦もう寝な。ごめん。ごめん、起こしたって。釈迦のために暗くするわ。飛びたね。うん、あそこもまあ特殊だよな。アルコール性肝炎があるぐらい。だから多分その女性的なオーガズムを理解できないんだろうな。うん、セックス下手な人は。だから、セックス下手な人に、本当に初歩の初歩のアドバイスをするんだったら、自分がして気持ちいいことを追求するんじゃなくて、自分がされたら気持ちいいことを相手にするゲームだと思ってるのかな。うん。ね、泣くなんて、初歩の初歩でしょ。当たり前ですよ。うん、風俗は行った方がいい。風俗は、うん、なんか、ジェットコースターみたいなもんだから、うん、なんか、ね、はやぶさに、はやぶさ早えっていうのと同じだと思ってて、うん、ディズニーランド行ってきたわと同じでしょ。子供じゃねえんだから大人になったらディズニーランド行かないでしょ。うん、あ、俺本番だから実践だから、うん、そう。風俗は入るのが恥ずかしい。昔大好きだった彼女のエッチで感動して泣いた。なんかいいじゃん。なんか恋愛が下手になってると思ってて、最近。
みんな。なんか傷つくことが怖いっていうか、臆病っていうかさ。俺は恋愛って何でするのってさ、めんどくささを楽しむものだと思ってるの。人間関係の究極系ってめんどくささだ。だからそっから逃げてる人が多すぎると思ってるの。別にそれはいい悪いじゃなくて、だからそれがかっこいいみたいに勘違いしてるっていうか、だから傷つくのが面白いっていうかさ、すれ違うのが面白いゲームなのに、結局分かり合えないとかさ、でも分かり合えた気がするとかさ、勘違いなんだよ。だから究極の勘違い状態が恋愛だと思ってるから、うん。だからもっともっと傷ついていいんだよっていう。傷ついた分だけ強くなってるわけだから、なんか最近の日本人は失敗する美学みたいなものが皆無だよね。俺は失敗するやつ大好きだよ、うん。失敗するやつっていうやつは俺はチャレンジしたやつだっていうのが俺の評価だから。チャレンジしねえのは男でも何でもねえよ。だからね、ソルジャーでさ、戦士だったら傷の数が多ければ多いほど勲章なわけですよ。ね、好きな女がいて好きだっていうの何が恥ずかしいんだっていう。それを言えないことの方が俺は恥ずかしいと思う。好きな人に好きって言えないって恥ずかしくない？エジソンも失敗したって言ってた。和道さんは借金多すぎじゃないですか。失敗どころじゃないですよ。ああ、そうっすか。和道さんはヨッサンの家に行って、マサユキと話をしたのを初めて見た。ああ、話しましたね、マサユキさんと。いいお父さんでしたよ。マサユキさんとお話しましたね。石川紀之にぶち切れてたね。朝日さんにあげる、そうそうそう。今、空き缶、キロ95円だって。だ1キロで95円ですよ。これが浅井さんの生活ね、収入源だな。よいしょ。森の2だっけ。いや、空き缶これ浅井さんにあげるんだよ。傷つくことも楽しめる心の余裕さってことなのか。でも傷つくのは避けられないこと。なんか傷つくことがかっこ悪いことみたいになってるんだよ。俺はチャレンジするやつはかっこいいと思うから、戦ってない男の方がダセーと思うけどな。アルミね、うん、すごいよね。こんだけ再生できるわけだもんね。溶かして元に戻せるからすごいよね。
アルミで食っててんのは俺じゃない、浅井さんね。まあいいんじゃない、そのなんつうんだろう、戦場では勇気のあるやつは先に死ぬっていうじゃん、いいやつと勇気のあるやつは死ぬっていうじゃん、生き残るんだったら逃げ回った方がいいんだよ。でも俺は英雄になりてえから。おお、ウェブ担当さんこんばんは。ちょっと空き缶外に捨てて銃使ってくるわ。ジーパン縫ってくれてたの、ありがとね。はい、ただいまー、ただいまー、よいしょ。日曜日なのに今日閲覧多いな。ただいまレディースランキングやってんの今、メンズもやれや。
明日仕事だよ。仕事だよ。でもちょっと稼げてないんだよ今月。収入目標達成したいからさ、なるべくやっぱり配信やればやるほどアイテムもらえる確率上がるから、ちょっと目標達成できてない部分は配信できるときは配信集中したいんだよね。残りあと何日だ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9日間しかないからね。カエルさんバーガープレゼントありがとう。負け癖をつけたくない。パフェプレゼントありがとう。カエルさんありがとう。勝ち癖をつけたいんだよね。古代さんハート花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。パフェプレゼントありがとう。さっきの枠で何発上がったっけ花火。おーすげえ。ハート花火2発目ありがとう。カエルさんパフェありがとう。古代さんハート花火ありがとう。頑張ります。さっきの分もダンベルやるか。ちょっと待って、さっきの枠はアイテムいくらだ。ワッチポイント履歴、今が3発4発4発4発8発分か。8発9発か9発9654回やります。今日の分まとめてやります。6、54回54回か。頭痛い時安静。いや、腕は鍛えておいた方がいいと思ってるから。やっぱ格闘技のイベントもあるし、なんだかんだね、やっぱりね、やったらやった分だけ成果になるから筋トレは。よいしょ。結構続けてよかったなと思ってるからね。よいしょ。54回いきます。1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回16回17回18回19回20。うえ。腕太くなった？6回7回8回9回10回、11回12回32回あと22回。ああきつかったら無理しないよ。全然無理はしない。いやそうなんだよね、やっぱね、普通にトレーニングやってると、あの人間って堕落的じゃん。こういうね、遊びに変えないとダメなんだよね、やっぱそのアイテムもらったらやりますみたいなのだから続けられると思ってる。一日何百回も。じゃあ行こうか。1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11、12、うわ、あと10回。
なんか明らかに肩周りおかしくなってきたもんな。よし、ラスト10回いきます。1回、2回、あ、左大丈夫よ。3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。あれでしょ、肩の筋肉のここに筋が入るんでしょ。これは細い筋肉が太くなってるからカットっていうのが出てきたの。そう、筋肉グーって力入れてる時にカットっていう。これだと出ないでしょ。でも重たいものをこうやってやって、こうやってやるとカットが出るんですよ。カットってこういうのを言うんだけど、これは鍛えられてる証拠ですね。うん、肩ね、ここね、すごいでしょ。こうカットが出てくると体の輪郭とかがかっこよくなってくる。うん、うん、いや体鍛えるためにやってるんじゃなくて遊びでやってるんで僕。うん、はい、ありがとうございます。そうそう、ガチでいい体作ろうとかじゃなくて、なんか花火だけで罰ゲーム的にやったらどんな体になるのかっていう検証をやってるだけなんですよ。遊びです、遊び。そうそう、なんか真面目にトレーニングやってるんだと思われたくないっていうか、うん、ふざけてるだけ。そう、ふざけて作ったらこんな腕ができたっていうね。これ1ヶ月目ね、うん、そう、これでテレチャンピオンぶん殴るっていう。テレちゃん強いよ。まあ強いだろうね。若いしな。まあでも負けたくないんだよね。体重僕の方が8キロぐらい重いのかな。バーみどりさん、アイテムありがとう。こんばんは。ハートプレゼントありがとう。うん、まあ強いだろうな、うん、スポーツやってたやつはやっぱ強いよ、うん、ハートプレゼントありがとう。ハートありがとう。でもまあね、試合だから沸かせないとね。ハートたくさんありがとう。ハート5個ありがとう。相手が強いから逃げますじゃ話になんないでしょ。まああれじゃん、俺のアンチは俺が殴られるところ見たいわけだから、テルチャンピンに相当期待がかかってんじゃないの。うん、肉のんたんがね、胸肉の唐揚げ作ってくれたりとか、高タンパクなものをいっぱい作ってくれてます。うん、高タンパクなものいっぱい作ってくれてます。胸肉、業務スーパーないんですよね、近くに。時間決めてトレーニングすると効果的にできますよ。いやだからトレーニングっす。俺ファイターじゃねえから、うん、強くなりたいわけじゃない、配信者だから。
あ、ドルさんだ。おお、練り技チャンネルさんいらっしゃい。どうよ、ふわっちは。楽しんでる。いいサイトでしょ。リスナーの質高いでしょ。俺ふわっちキャス超えると思ってるよ。あと2年以内にキャス超えると思ってる。今ね、閲覧数で誰も勝負してないから。みんな配信者なんていうかっていうと、いくら稼いでるのって、これが主流になってる。昔はさ、コメント数の数、ニコ生システムだと、お前アクティブ何個あんだよとか勝負だったじゃん。でキャスに行ったら、同時閲覧何人だよになって、今みんなね、お前いくら稼いでんだよって言うから、分かりやすいよね。新しい概念が入ってきた。でも孫氏、アドバイスしとくけど、1ヶ月持たないよ、今のスタイルじゃ。スタイル強制した方がいいよ。俺も孫氏がいない間、だいぶ配信者としてスキルアップしてるけど、元同じぐらいの実力だったものとして言わせてもらうけど、今のスタイルも最初の1ヶ月だけだよ。すぐ飽きられるから、元のスタイルに戻した方がいいよ。最初だけになっちゃうよ、あれは。あれ人気出ない。多分ね、今気づいてないと思うから、あれやめた方がいい。多分ね、半年前と同じスタイルになってない。本人はそう思ってないかもしんないけど。だいぶ劣化してる。早く監督に戻した方がいいぞ、孫氏。ちょっと見たけどひどかったよ。まだ多分勘が取り戻せてないんだろうな小手先のね、キャプチャー芸に走りすぎ芸風ブレてますよ。みんな稼げるようになればいいですね。いや、俺はライバルが増えれば増えるほどいいと思ってる。だから孫氏来たのはめちゃめちゃ嬉しいと思ってる。ただなんかちょっとね、半年ぶりに見てちょっとまずいぞとは思ったね。本当はいろいろしたいんだけど、外部ツールから音出すためのツールが一切繋がらねえ。いやいや、もうそこがブレてるんだって。俺が言ってること多分意味分かってないと思うんだよ。外部ツールに頼りすぎなんだって。面白いからエフェクト見たいから最初はアイテムくれるよ。あれ別に間違ってると思わないけど、そこに重点を置きすぎ。
あのね、よ、簡単に言うわ。あの、モノマネが似てねえ。ブレてる。キャラ崩壊してる。だから、そっちで行くんだったら、ビーンズ仮面でやった方がいいよ。うん。要は、あの、ネタに走るんだったらネタに走るっていうか、もう、器用貧乏で、なんつうんだろう。今は当たってるけど、1ヶ月持たない、飽きられる、あれ。うん。それ俺もうここで半年やってるからわかるんだよ。あの、素でやった方がいいよ。今のスタイルで行くんなら。孫子と練馬ザファッカーのキャラが成立してないっていうか。うん、あ、閲覧増えてきたら乗るタイプだけど。要はね、本域のモノマネ芸のはずなのに、モノマネができてないんだよ。あれはね、ちょっとね、あの、クオリティ下がってると思ったよ。外部ツールに頼りすぎなんだって。もったいないよ、実力あるんだから。サノッチも今やってるね。カラオケ配信サノッチやってるけど、閲覧9だね。やべえな、ほんとニコ生の中堅全く通用しねえかんな。もうね、相撲損者も分からなくなってしまったよ、とか言って。あのね、ちょっとひどいよ。タイムシフト見直しな。うん。ちょっとひどかったよ。俺がっかりしたもん、ぶっちゃけ。うん、これはひどいと思ったね。損者のクオリティマジで下がってると思った、うん。ちょっと俺はがっかりしたよ。期待してた分ね。練馬座さんはどんな配信なんですか？ニコ生で5、6000人ぐらいの中堅コミュ作った男だかんね。うん、まあ今おすすめする気ない、ね。10割を30分すると1枠しか持たないんだよ。あと、陰湿に見えるとバーンされないか不安なんだけど、どうなんだろう。いや、だからそこにブルってるんだって。はっきり言って。もう、だから気持ちが中途半端なままやってんの、もう見え見えなの、俺からすると。前世紀の孫子知ってるから、ちょっと人に勧められるレベルじゃないよ。本当に。俺、自分の枠でダメ出しとかしたくねえけど、人、ディスだと思わない。本当にがっかりしたからね。うん。あれはね、あの、ちょっとね、もうね、ブレてるよ。要はね、もう配信者としての勘がなくなってるよ。うん、一番持ち味のさ、要は、その、なんつうの、素の自分で行くのか、キャラゲーで行くのか、エフェクトゲーで行くのか、全然定まってないっていうか、おい、大丈夫かよ、みたいな。うん。で、下手に小遣い稼げてるから、あ、まずいなと思ってる。あ、本当に干されるよ。ヒロ兄貴で、ヒロ兄貴、覚えてる？孫子。ヒロ兄貴、今、アクティブ20とかだよ。コッペとかアクティブ0だよ。だから、あの、ニコ生で名前が、あの、あったからって言って通用しないよ。ふわっちのリスナーめちゃめちゃ見る目あるから、ここ。なんか新しいリスナーさんが増えてるじゃなくて、ここってニコ生とかキャスに飽きたって言って新しいものを求めてるリスナーさんだからめちゃめちゃ目超えてるよ。本当に。で、実力あるやつ無名でも関係なく上がってきてる。やばいことになってるでしょ。で、はっきり言って、練馬座チャンネルそっち側になってるからね。あの、これ本当にディスじゃなくて、本当にひどかったよ。うん。あの、実力あるんだからブレないでちゃんとしっかりしないと。いや、生主としてね、もう腹くくってねえのが伝わってくんだよ。芸風だ、ブレブレなんだもん。やばいでしょ？
ただここはふわっちは上がったら本当に収入、アイラなんか月700万とかだよ。でいけるよ、孫子は腹くくったら全然いけるよ。だからちょっとね、ちょっとね、今枠開くモチベーションじゃないでしょうと思った。キャラ捨てて素でやればいいのに。慕ってる人多いんだから。和道の意見も参考にしてみる。正直そんな仮面で一番でしょ。それがもう伝わってきてるから、だから半端なんだよ。もうはっきり言う、半端見れたもんじゃない、うん、あの一回小手先のテクニック全部捨てた方がいいよ。あのキャップゲーとかモノマネゲーとかやるんだったらとことんやるべきだけど、受けないよ多分。あの孫子ね、あのなんていうのかな、実力あるんだから素で勝負した方がいいと思うよ、うん。結局キャラに振り回されても結局ビンズ仮面に戻りたいってなっちゃうし、うん、ビンズ仮面の方がウケると思うよ多分ね。孫子が間違ってんの、ふわっちって年齢層若いと思ってるでしょ。キャスト同じだと思ってるでしょ。ここ3,4,50 代だからFC2 に近い、うん、だから客層間違えてる。 FC2 にかなり近い。それ言ったら多分孫子ならわかると思うけど、今の孫子のキャラクターはキャラに思いっきり特化させて成立するレベルだと思う、うん。ちょっと褒めて心が痛い。出直してこい出直してこい、本当にがっかりだよライバルだと思ってたやつがこんな落ちぶれんの見たくねえわ。出直してこい、マジで。一からやり直せ、マジで。ふざけんなって話だよ。なんでかっつったら、俺彼女に面白いよっつって勧めたの。ね？彼女すごい7年ぐらいリスナーやってて、超面白いからって勧めて、仕事から帰ってきて、孫子どうだった？面白いでしょって言ったら、超つまんなかったって言われたの。彼女に。全然面白くなかったわって言われて、えっと思って、俺びっくりしたの。彼女すごい配信にうるさくて、あの結構ね、あの俺が面白いって言ったの、あいいじゃんって言ってくれるのに、孫子めちゃめちゃ面白いから見てってさ、面白いって言ってくれると思ったら、くっそつまんなかったわって言われて、俺見てなかったからふわっちの孫子を見てみたら、くっそつまんなかったの。もうほんとつまんなかったの。もうプライドガタガタですよ。うん、いや全然面白くなかったよ。うん。うん、全然面白くなかったです。はい。うん、正直、あの、僕はニコ生の全盛期の孫子。あ、初見さんいらっしゃい。和道がいじめてきて悲しい。孫子は意識改革必要なのかもしれない。だって孫子のキャラやってないじゃん。うん。孫子のキャラじゃなかったもん。ただ、ハートありがとう、ハートありがとう、ありがとうね、ハートありがとうって言ってるだけじゃん。あんなのね、エセアカと変わんねえよ。バーガーありざいすとかずっと言って、花火ありがとうとか言ってんのと変わんねえよ。うん。お前より面白いわ。はい、さようなら。もう二度と来なくて結構です。さようなら。困ってないんで、僕、うん。僕困ってないんで、つまらないものはつまらないって言います。どうぞ孫子の枠だけ見てください。全然困ってません。そういうの大好き。いや、だって困ってないもん、実際。うん、お前より面白いっつうんだったら、俺の枠来なきゃいいじゃん。
俺別にね、見てくれる人いっぱいいるし、コメントしてくれる人いっぱいいるし、支えてくれる人いっぱいいんの。うん、人の枠に来て孫子の方が面白いよって言うんだったら、孫子ずっと見てりゃいいじゃんって話だ。困ってねえわ、客層を選んでるから俺。うん、でしょ。うん、ポアだよポア。いや全然ポアでしょ。全然困ってないもん。俺が今ねこうやってダラダラの配信でも200人いるわけですよ。ダラダラの配信でもね、面白いんだったら人集められるでしょ、アクティブ200ぐらい。うん、結果で勝負しよう、結果で。うん、こっちはプロでやってんだよ配信を、遊びでやってねえから。今流してる曲はね、フリー BGM の「なんでしょう」っていう曲ですね。ね、別にアマチュアだったらいいと思うよ。アマチュアだったら別に、趣味でやってるんだったら、お小遣い稼ぎたいだったらいいけど、俺はプロだから、プロとして批評しかできないですよ。これで生活してるんだよ。うん、だから別にアマチュア同士でこっちが面白い、あっちが面白いって言うんだったら勝手にやってればいいし。うん、お、ハチさんいらっしゃい。まったりするでしょ。もう俺アマチュアやめたから、これで食って食って腹くくってっから。うん、4年目だね。今実際何ヶ月だ、3年と8ヶ月だから、もうすぐ5年目入るのかな。慣れ合わないっていうか、つまんないものにはつまんないっていうよ。俺ちなみに孫子大好きだからね。俺ニコ生で一番最初にバンになった時にコミュニティ貸してくれたの孫子なんですよ。だから付き合い超古いのね。俺の超初期のリスナーなの。で、ビーンズ仮面超俺もファンだったの。で、ファンとして物申すけど、ファンとしてもライバルとして、元ライバルとして物申すけど、クソつまんなかったよ。うん。つまんねえもんはつまんねえって言うし、面白いもんは面白いって言うし。うん。あ、ジョーカーか。懐かしい。ジョーカー、おー久しぶりだな。ジョーカーに戻せよ。超懐かしいわ。永井先生はレジェンドだね。もう何が面白いのかわからないぐらいすごいよ。永井先生はレジェンド。もうあれは別枠。俺は駆け出しのプロだから。グリーンボーイってやつね。4回戦ですよ。あのビジネスの話？ああ、生主協会？まあ、裏でやってますね。裏で進めてますよ、生主協会は。でも、あんまり俺がやってるっていうの広めたくないから、もう裏で着々と進めると思う。え？革命枠は明日開けない。そういえば、永井先生を一応見たことないけど、よく名前聞くよね。一番古いけど、もう引退しちゃったからね。フォローします、ありがとう。フォロー、ハートプレゼントありがとう。あやかいらっしゃい、ハートありがとう。あやか、仕事終わった？あの、悪いけど、あの川崎洋平、佐野っち、メモレイ、コッペ、孫子、あのニコ生でライバルだったやついるでしょ、ワンワンとか。もう正直あの眼中にないです、僕は。次のステージにもうあのこの半年間で進みましたんで、はい、正直言って元ライバルだった人がことごとくこけてるのを見てるんで。うん、ゲーム配信の人じゃないね、あのスロット配信の第一人者で、柴田はあの永井先生を見て生主始めたぐらい影響力ある。うん、お風呂入ってたんだ。うん、ツイッターで DM 送りますね。お、了解。コッペって先輩って本当？コッペの方が古いね。5年目だからね、生主始めて。俺よりキャリアあるんだよ。もう悲しいよ。
ライバルだと思ってたやつがとことん目が出ないからね。新しいフォロワーさん紹介します。アレンさんフォローありがとう。関慎吾さんフォローありがとう、もう古いから有利だっていう時代じゃないからね。本当に面白いやつ、本当に才能あるやつしか食っていけねえから。 5年目だね、うん。ずっと和道さんの方が俺後輩なんだよ俺後輩後輩悲しいでしょ、うん。ほっぺは和道が昔面白かったって言うから時々見てるけど全然だよ。クソ面白くないよね、うん、クソ面白くない、うん。俺が今狙ってるのはそこじゃないからね、うん。なあ、それね、それそうだよね。あの先輩方のさ、腹のくくり方、こっちは現場踏んで見てるわけじゃん。鮫島さんとかさ、金梅さんとか光くんとかさ、現場でトップ走ってるやつのさ、目の前で見てるわけじゃん。企画とかさ、便所太郎さんとかさ、そっち側に回るよ俺は。悪いけど、ごめんなさい。新しいフォロワーさん、なんて読むかわかんないけど、漢字いっぱいの人フォローありがとう。嬉しいです。なんて読むんだこれ。頑張ります。はい。便所太郎も配信って長いの。便所太郎さん1年とか2年とかじゃない？もともとニコ生のリスナーだったから。で、配信やった方が売れるよって言われて。リスナー長いんだけど、配信は1、2年だよね。キャスでは1000人ぐらい集める。500人から1000人ぐらいアクティブで集めるよ。マジで配信者として腹くくってねえやつ全員アマチュアだよ。腹くくってないのが数字に表れてるもん。ヒロ兄貴もコッペも。ただ本気になったやつは強いよ。このサイトは本当リスナーが見る目あるから、本気で支えてくれるからね。だからそのなんかエフェクトゲーでアイテムありがとうとか言ってるのはもうマジ本質からずれてると思う。柴田はまあ YouTuber じゃん、うん。メインは YouTube だと思ってるけど、俺は彼は頭いいと思うよ。天才だと思ってるよ。なんかプロレス的じゃん。なんかヒール役をやってるっていうか、キッズ喜びそうだよね。エセアカもすごいよね、本当にね、うん。俺実はふわっちゃん始めたのはエセアカがきっかけだったんだよね。アヌンナキサブカル集がすげえな。アヌンナキさんいらっしゃい。いい小手半ですね。わかる人にはわかる。月刊ムーって感じだよね。初見さん楽しんでてください。アヌンナキっていう小手半をつける人は僕の放送好きなはずですよ。はい、よろしく。面白かったらフォローしていってください。初見さんいらっしゃい。フォローありがとうね。漢字いっぱいの人。なんて読むかわかんないけど。要はあれだよ、子供騙しの配信が通用しなくなってきたんだよ。そう思わない？子供騙しがほんと通用しなくなってきたよ。タバコそんなに吸って気持ち悪くならないんですか？なりますよ。何か新しいフォロワーさん、アヌンナキさんフォローありがとう。なりますよ。
なりますよ、うん、やめられない、止まらないですよ。5歳いらっしゃい。タバコ依存、俺も復活してしまった。マジか。タバコをやめようっていうことの方がストレスになると思うから、タバコをやめようと思うのをやめた方がいいと思うよ。もうニコチン中毒になってるわけだから、中毒を楽しもうぜ。とつまちでもやる？暇だから。とつまちやります。タバコやめたんだ。とつまちやります。よいしょ。はい、とつまちやります。よいしょ。もう少しふわっち巡回していろいろ見てくる。いろいろ見てくるとかじゃなくて、いや別にアマチュアでやってく、趣味でやってくっていうんだったらいいけど、あんたそっち側の人間じゃないでしょっていう。もうさ、配信やめるやめるっつってやめらんねえんだから腹くくれよっていう。何回引退してんだよ。俺趣味だから、俺趣味だからっつってやめられねえんだから、もう腹くくってこっち来いよっていう。うん。そう。やめるのきつかったんだ。やめらんねえんだから。生粋の配信者でしょ、うん、半端にやるのは良くない。バカプレゼントありがとう。タバコ外来行ったけど薬合わなくて自力でやめました。やめるんだったら、そっちの方がいいんじゃないかなと思うけど、なんかあんまやめる必要性を俺は感じないんだよな。風船ありがとう。やめ、なんかタバコをやめるのがよくわかんない。やめたいと思ったことがないから。やめるストレスを考えたら体に悪いだろうなっていうか。ハートプレゼントありがとう、ハッチ。いつもありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。
風邪ひかなくなった。あー、なるほど。なるほど。もしもーし。こんばんは。こんばんは。ワドです。お名前。まだ立つ待ちしてますか？やってますよ。でも。はい。はい。お金を。お金を。出す。はい。リスナーさんと、はい、お金を払わないリスナーさんの線引きっていうか、うん、それ、違いっていうのは何なんですかね？ワドさんの中で。配信者の方なんですか？いや、違います、違います。あ、リスナーさん。出した人には、うん、これだけしてるよ。出さない人には、こういう扱いをしてるよっていう、なんかあるんですか？全くないっすね。僕の基本的な。出さない人は、僕の基本的な考えは、なんか、はい、応援の仕方っていくつかあると思ってるんですよ、配信者に対して。うんうんうん、で、まず見てもらうことが一番の応援なんですよ、配信者にとって。はい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 。うん、配信者って見てもらわないと、ただの、どんなに面白くても、閲覧ゼロだったらただのカスなんですよ。だからつまらなくてもいいから見てもらうやつの方が力が強いから、うん、見てもらうのが支援、うん。で、やっぱりコメントが来れば来るほど盛り上がるんで、コメントっていう支援。うん、で、その上位概念として、あくまでアイテムっていうのがあると思ってるんですね。うんだから僕は見てもらうことも感謝してるし、さらに嬉しいのはコメントしてもらうこと、うん、フォローしてもらうこと。で、もし本当にバドの放送ばっかり見てるんだったら、もしお金に余裕があったりとかしたら、うん、まあアイテムくれって言ってますね。なんかそういうスタンスの配信者さんだと思ってたから、和道さんは、うん。なんかお金くれくれっていうイメージなかったから。僕一回も行ったことないですね。なんかそう、さっきなんか、うん、そういう、うんコメントしかくれない人はそういう、そこまでだと思ってるから、みたいなこと言ってたから、あれと思って。っていうのは。そういう系にシフトしたのかなと思って。いや、全然違います。っていうのは、結局、僕、この放送で生活成り立たせたいと思ってるわけですよ。で、うんうんうん、まず、贅沢尾藤さんのコメントがどういうコメントだったかっていうと、俺は支援したいと思ってるけど、ふわっちではやらないっていうことに関してなんですよ。要はね、俺はアイテムする気あるする気あるっていう人はいっぱいいるの。でも、うんうん、そうじゃなくてしたかどうかなんですよ、人間っていうのは、うんうん、俺はそこが言いたかったの。だから結局したいと思ってるってダメとかいいとかじゃなくて、そうそう、俺は結果しか見ないよっていう。だからだってそれはそうじゃん、アイテムしてくれる人がいっぱいいてね、結果を残してるわけよ、うんうん、今ここにいる人たちアイテムしてくれる人いっぱいいるわけよ。その人たちからしたら、うんうん、俺らは出してるぜっていうの絶対あるでしょ、うん、だけど俺は支援する気あるけどここではなっていう、だったら黙っときなよっていうのは絶対あるはずだから、俺は支援してる人に対して失礼な発言だと思ったの。別に黙ってればいいことだから、うんうん、別にしたくないんならしなきゃいい、全然答えなくてもいいんですけど、うん、いろんな配信者さんってお金もらってる人に対しては、うん、特別な、なんか裏で、うん、ご飯行ける権利を、はいはいはい、があったり、うん、LINE で深くつながれたりとかいろいろあるけど、うん、和道さんもなんかそういうのやってるんですか？全くないっすね。ああ、そう、じゃあなんか別に、普通にお金出さないリスナーさんも、うん、出してくれたリスナーさんもありがとうっていう感じで終わりって感じですか？もう本当に、多分、今までで1回だけあるのは、3周年の放送にあった時に、うんうん、僕の限定ネックレスを20人ぐらいの人にプレゼントしたことはあったんですよ、今まで支援してくれてた人に。ほう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 。それ以外特にないっすね。本当に。そうなんだ。いや、なんか最近すごく配信見てるんで、うん、ありがとうございます。なんか結構お金くれくれ系になってほしくないななんて勝手な希望なんですけど、そう言って思ってたんで。俺はね、お金くれくれ系にはならないと思うけど、なんかお金をあげる気はあるんだぜみたいなリスナーは、だったら別にアイテム出せばいいじゃんっていう感じだから、うんうん、別にそこで見え張る必要ないと思ってるから、そういう感じ、うんうんうん。なんか言わなくていいことを、なんかかっこつけて言う人が嫌いなの。あだって別にさ。そこに怒ったって感じですね。そう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 。だってさ、アイテム実際未然にこう払って支援してくれてる人たちに失礼じゃん。俺は払う気はあるんだけどなぁ、みたいなのってさ、ダセーじゃん。あじゃあ試合頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい。はい、じゃあまた見てます。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。おつ。
花火は上位、でも金額によって差別とかしたことないけどね、俺は。初コメよろしく。おお、よろしくです、トラヤさん。初コメありがとう。面白かったらフォローしてってください。思うこと、言葉に出すこと、行動に移すこと。そう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 、アフンさんの言う通りで、俺は言葉なんか全然信用してなくて、なんか、コメントとかインターネットって好きなこと言えるツールなんですよ。自分を偽れるっていうか、で、口先だけのやつなんか俺はろくでもねえと思ってるから、信用してないっていう。結果だけを信用してる。事実って、事実って変わらないことじゃん。俺は実際これで飯食ってってるわけよ。プライドもあるのよ。でしょ、実際に支援してる人たちに失礼な発言でしょ。和道さん見てて差別してるなって感じたこと一度もないや。ないっすね。俺は見てもらってなんぼだと思ってるんで。そっから先でしょ？食えるか食えないかって。まず閲覧がないことには食えないわけですよ。見てもらわないとダメなのよ。アヌンナキさん、和道さんその感じ素敵。俺はなんか素敵なこと言ってるっていうよりも正論言ってる気がするけどね。当たり前のことを淡々と言ってるだけだと思うよ。そう思うでしょ？みんなも。配信者ってお金もらう存在じゃないんだよ、そもそもが。こういう新しい仕組みができたから稼げる時代になっただけであって、もともとは無料で開放されて無料で楽しむツールなんだよ。え、URL 開けない？嘘。みんなどう？ URL 開けないですか？これ。下のやつ。ハッチさんから花火いただきました。ありざいす！ありがとう。どう？URL 開けない？嘘。URL バグってる？開けるよね。開けると思うよ。よいしょ。ハッチさんから花火いただきました。ありがとうございます。行きます。よし。ありがとうございます。でも差別はしないけど、これだけは覚えておいて。差別はしないけど、区別はしますよ。アイテムくれてる人とね、コメント打ってる人と閲覧見てる人全員に感謝はしてます。本当に感謝してます。ただ悪いけれども、僕の中でアイテムくれる人は特別ですからね。それはブレてないから。当たり前ですよ、そんなの。コメント、だから見るだけのロムセンさんよりも、普段コメントくれてる人の方が思い入れがあるし、俺は。さらにそこで支援してくれてる人に思い入れがあるのは当たり前だからね。それだけは昔からブレてないから。アプリを開いてってのを押しても、嘘。そりゃそうでしょ。それは普通だと思うよ。それそうだよ、普通だよね。別に差別はしないよ。全員に感謝してるし、だってさ、無料でも見てくれる人がいるから呼び水になって、どんどん閲覧数が増えていって盛り上がっていくわけですよ。でさらにコメント打ってもらえれば、持ってもらうほどトークがしやすいんですよ。場が温まってくるんですよ。でそこでおひねり入れる人はさらに優遇されるに決まってるでしょ。だから区別はしますよ。全員に感謝してるし、全員に対してリスペクトはあるけど。ただいつも言ってるけど、冷やかしとか人格否定とか、そういうくだらないのはゴミだと思ってるんで、僕はそういうのは速攻ブロックです。はい。のんちゃん、ティッシュもらってもいい？ LINE 入ってないんじゃないの？あー、 LINE をインストールしてないのかもしれないね。この URL は LINE だからね。
世田谷区どう？行ったことないっすね。ナチュラル。てっぺんハゲです。この前米してくれたね。挨拶がてらに来ました。またてっぺんハゲをよろしくね。さらばじゃあ。はあ。はあ、そうですか。ありがとうティッシュ。なんだか全然わかんないよ。ネット変なやつ多すぎるよ。全員病気だよ。インターネットやってるやつ全員病気だよ。いや意味わかんないでしょ。病気病気。いやー今日やべえな、頭超痛えな。何なんだろう、体調クソ悪いわ。気になっていたから潜ってみてました。いやコメントをやっぱそういうことよ、見てもらうのは嬉しいけど、俺からしたら誰だか分かんないわけよ、コメント書くまで。でも今日初めてコメント打ってくれて、コテハンのアヌンナキっていうのでやり取りができてフォローしてもらってって発展するわけじゃん。だから見てもらうよりもコメントの方が俺は重要性が高いっつってんの。薬ないんだよね。岩松太郎さんいらっしゃい、お疲れ様です。そう、やっぱり生放送 YouTube でも同じ動画見れるわけだけど、なんでコメント打ってくれって言ってんのは俺も助かるし、あとねリスナーさんも絶対楽しくなるはずなんですよ。ここは一人暮らしですよ、実家じゃないよ。そうでしょ、リアルタイムでせっかく見て質疑応答ができるわけだから、これからしていくね。あずさんありがとう。そうそう、やっぱこういう生放送の醍醐味ってコミュニケーションだと思うんだよね。価値観を知ったりとか、その人がどういう生き方してきたかとかさ、知れるところが面白いと思ってる。だから半分参加者だと思ってて、俺ね生放送ってほらライブって書くでしょ。でバンドマンだったからよくわかるんだけど、 DVD でも CD でもないんだよ。ライブの醍醐味とかってさ、よく芸人さんとかバンドマンって何言うかっていうと、今日の客層どうとか聞いたことない？ステージとかで前座の人とかに今日の客層どうとか、温まってるとか、これがあるの。要はなんつうのかな、受けじゃダメなんですよ、リスナーさんだけ。のんたん風船ありがとう。そうライブ、要はね、おい和道調子いいぞとか、今日いいぞ切れてるよとか、和道おひねりとか、要は客が温まってるとこっちも盛り上がるの。だから一緒に作っていくのがライブなんですよ。そう面白いでしょ。そう、要はその一緒にこの作品を作ってるんですよ。この画面が YouTube に作品として DVD 化されるわけですよ。だけどそのみんな記録に残るっていう時にさ、要は例えばハッチ花火ありがとう、ノンタン風船ありがとうって一言なんで声わざわざ入れてるのかっていうと、記録に残すためなの。この人のおかげでこの放送が成り立ってるんだって、こういう支援者がいるんだっていうログを残してるんですよ僕は。だからわざわざこうやってありがとうって言ってるの。これが楽しいんだよ。そう見てる人からすると、あハッチっていう人何年前からいるんだとかわかるじゃん。そうそう、俺はライブはこういうもんだと思ってるから。でそれができない人が YouTube やるもんだと思ってんの。要は CD 組ですよ、音源組。俺はやっぱライブ好きだから。
だから盛り上がんない日もあれば調子悪い日、同じネタをやってもウケない日があるんですよ。これが面白い。そうそうそう、 CD 音源が上手い人でもライブ下手な人いるでしょ。やっぱ俺は生でパッとねやりたいわけよ。そう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 、リアルで会話してるのと似てるね。すごくニートですか。プロ配信者です、ゆうすけさん。はい、職業ネットタレントです。ニートではありません。配信で飯食ってます。ライブ下手な人。月どれくらい稼げてるかは僕の携帯で見てる人はここの下に多分俺のプロフィールみたいなのが見れるはずなのね。でパソコンで見てる人はあの俺のページどっかでから飛べるでしょ。俺のプロフィール、コミュニティみたいな。でそこに全部掲載されてますよ。僕のプロフィール欄ってどっから見るんだろう。パソコンですか携帯ですか。コミュニティみたいなのを見てください。僕の、うん、全部公開してるんで。本当に聞きたいことなんですが、生活保護者でも配信ってできますか。僕生活保護抜けたの1月の1日なんですよ。で3年間生活保護受けてましたけど配信やってましたよ。うん、うん、スマホなら左下にある、左下にあるみたいですね。見てみてください。全部公開してます。ではできるということですか。生活保護者がインターネットサービスを使っちゃいけないっていう国だったら僕は北朝鮮みたいだなって思いますね。ここ日本なんですよ。生活保護者はインターネットやっちゃいけないなんていう法律聞いたことがないですね。でもしそういう国だったら僕は憲法違反でこの国を訴えます。それが答えです。はい、11月でドーンと上がったね。そうだね。11月、ちょっと見てみようか。11月でドーンと上がったんじゃないんだよ、あやか。あの、10月の20日から始めたの。要は10月が3万円な理由っていうのは、10月の25日から始めたのかな。要は5日間で3万円稼いだってことなの、これ。だから11月から本ちゃんで1ヶ月間フルで動いてんの。多分そうだよ。10月のね、25から始めたんだっけな。ちょっと見てみようか。のんたんありがとう。俺が配信、ふわっちで始めたのは、うん、22だったかな。ちょっと今、遡ってるから。10月23日から始めてるから、要は1週間ぐらいで3万円だったってこと。のんたん風船ありがとう。配信をできる元気があれば働けよって言われてしまえばどうもなりますか。僕がもしそれを区役所のケースワーカーに言われたらこう答えます。僕は自己顕示欲がすごく強いんです。僕の発言を世界中に広めたいと思ってますと。で僕には日本国憲法で言論の自由というのが保障されてますが、なんで僕は配信をやったらいけないんでしょうかって聞くね。僕は世界中に発信したいメッセージがあると。自己顕示欲も強いんですと。でいろんなことを世界中の人に届けたい、表現したいんですけど、表現の自由をあなたは妨げるんですかって僕だったら聞きます。はい、うん、であなたには表現の自由ありませんって言ったら憲法違反で訴えます。はい、それが僕のやり方ですかね。表現の自由、言論の自由があるわけだから。僕は統合失調症も軽くありますね。
役所ぐぬぬってなる。うぜえ。生活保護を受給してる人は人と喋ってはいけないんでしょうかって会話する権利はないんでしょうかって聞きますね。訴訟を起こしたことはないですね。収入はふわっちの収入とバイトをやってます、はい、今はね。あとまあGoogle AdSense、 要は YouTube の広告料とか、あと何があるかな、うん、FX とか株とかもやってみようかなと思ってますね。あと何がある、あとグッズの売り上げもあるな。グッズの売り上げ見る、 T シャツとかの売り上げ見ます。てか何でもかんでもオープンにしすぎなんだよな俺。まあ別に隠すつもりないからいいんだけど、収入どうやって見るんだっけ、すずりか。すずり。ちょっと待って。T シャツの販売、ふわっち、YouTube の広告料。で、サイトの運営を始めるのと、あとバイトがあるって感じ。アドセンスは月数万円かな？うん、月数万円。で、グッズの売り上げはまあこんな感じかな、うん、はい。T シャツとかステッカーとか、うん。ちょうどぴったり2万円ですね。はい、ありがとうございます。統合失調症で生活保護を受けていても配信で元気よくしていても止められることはないですか。いやそれは俺は役所じゃないんでわからないですね、うん、知らないですね。役所に聞いていただけない。僕は役所の人間じゃないんで役所の判断っていうのは僕は保証できません。自分の役所に問い合わせてください。生活保護受給してる方はまず僕に質問することが間違ってると思います。うん。うん。障害者手帳3級ですね、僕は。障害者手帳3級です。うん。ピンボケすげえな。頭痛いよ今日は。うん。風船ありがとう飲んだ。経験者に聞いてみました。うん。全然聞いてもらえる。答えられる部分は答えるけど。あくまで人生は自己責任だから、うん、やってみたいと思ってやらない理由はないでしょ。自分がやるべきだって判断をしたんだったらやるべきだと思うよ。のんたんと寝たら、のんたんがベッドで寝かせてくれないんですよ。寝たばこ許せない、うん。なんか今日はね、がっつり配信で稼ぎたい気分なんですよ。このペースで行ったら月末苦しくなるからね。あとなんか最近なんか知んないけどこの時間、日曜日のこの時間帯って50人ぐらいだったのが200人とか来てもらえるようになってるから、やっぱみんな見るもんないんだろうなと思って、できるだけその繋いでいきたいんですよね。バトンタッチしていきたい。あ、この人来たからこの人に行こう、リスナー預けられるっていう人にさ。頭痛いんだ。まあ、地震来るかもね、もしかしたら。可能性あるかもしんない。なんかあるんですよ、そういう。あ、この人、この配信者来たら、リスナーさんこっちに流れるからやめ時だな、みたいな。うん。あ、預けられる配信者が今いないんですよ。和道リスナーを。いる？いないでしょ。そうやってね、ぐる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 配信者の間で任せられる配信をループしていくとね、リスナーさんは循環していっていい感じになる。今は俺が繋がないとまずいんですよ。
配信者の世代交代の時期じゃないですか。本当にアズさんの言う通りで、本当に昔のルールが通用しなくなってきてますね。うん。多分ね、3回目の、2回目かな ?2 回目の世代交代の時期だと思ってて、ふわっちは僕の予想を2年以内に、ツイキャスを超えます。で、今、ふわっちをやっておかないと、多分大変なことになると思ってる。要はね、ニコ生でうだつが上がんなかったのに、ツイキャスで、急に伸びた配信者っていっぱいいるのね。便所太郎さんとか、ミズニアンとか、新野鳥とか、あるじゃん。急にバーンって頭角を現したみたいな。そういう現象がふわっちの中で起こると僕は思ってますね。何のバイトですか?就労継続支援 A 型です。2年後2019年、その辺はふわっちめちゃめちゃ盛り上がると踏んでますね、僕は。ニコ生の人たくさん流れてる来てみたいで、なんか変わりそうだね。読み通りでしょ。ちょうど1ヶ月ぐらいの配信見てごらん。そろそろニコ生のリスナーと客層流れてくるよって絶対言ってるから、俺こういうね、なんか先読みはめちゃめちゃ得意だからね。昔からね、こういうの得意だよね。配信論聞きたい。あ、全然話すよ、質問終わったら。俺もう昔から言ってる。なんか質問してくれたら全然話すよ。言う通りでしょ、こういうのを読むのは経営者だったから得意なんですよ。先読みができないとやっぱ投資ができないんですよ。ふわっちは伸びますよ、絶対。なんでかっていうと、じゃあ根拠をいくつか並べていこうか。ツイキャスって2、3年前にできたサイトだと思ってるでしょ、みんな。ツイキャスって3年ぐらい、4年ぐらい前にできたサイトだなーって思い込んでるけど、ツイキャスって実は歴史が古くて、今ね、確か7周年なんですよ。知らなかったでしょ。で、ちょうどブレイクした年っていうのが2、3年前なだけなんですね。つまり、今のポジション、ニコ生超えを果たすまですごい時間がかかってるの。で、じゃあ、ふわっちはどうなのかっていうと、今1年目なんですよ。で、1年目でどういうことになってるかっていうと、俺がね、知ってる半年前ぐらいのふわっちっていうのは、配信者の数が常に10人ぐらいしかいなかったの。配信者自体が10人、20人ぐらい。だけど、今150人とかいるんですよ。ゴールデンタイム。この朝方の今の時間帯で68人の配信者がいるの。で、いつも言ってるんだけど、サイトの中で大事なのって先行者利益って言うんだけど、今キャスをやってるやつ、キャスが今リスナーを一番抱えてるのは事実なの。だから今トップにいるのはキャス。だけれども、今、だからって言って参入しても遅いの。なんでかっていうと、配信者の数も、だいたいね、ゴールデンタイムで7000枠ぐらいあるんですよ。要は7000人の中でトップ上位10人ぐらいに入らないと大手になれないの。7000人敵が多すぎるの。だけど、ふわっちってリスナーの数も5万人とか10万人しかいないんだけど、トップに乗る可能性が高いのよ。ライバルが60人ぐらいしかいないから。今俺が1位でしょ?多分。今1位で合ってる。だから、簡単に言うと今起きてるふわっちのリスナーを全部取りに行けるんですよ。だから今やらないと意味がないって言ってんの。先行者利益っていうのは、どんな業界でも、これビジネスの経済理論なんだけど、早く始めてる、早く投資してる人の方が儲かるっていう理論なんですよ。だから古い人ほど大手の人多いでしょ。緑さんとか。あれはね、なんか面白いから人が増えてるんじゃなくて、やってる時間が長いから多いんですよ。もちろん面白いから人が増えてるっていうのももちろんあるんだけど。だから1年間のたった1年でサイトの伸び率を見てみると、もうこれは超えるっていうのが分かるの。要はグラフで見るんですよ。みんな今の人数で見ちゃうのね。だけどゼロスタートから7年かかってるわけ、ツイキャスは。だけどふわっちは1年目でグッて来てるのよ。でここら辺の差がすごいあるんだけど、これがレバレッジって言って急加速するのよ。この伸び率の計算をすると、ふわっちはツイキャスを2年以内に超えるっていう俺の理論。
ではグラフで見れるかどうか。ニコ生は今の現状維持だと思いますよ。まあどん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 衰退していくっていうのが俺の読みだけど、ただこの理論にはルールがいくつかあって、ツイキャスがもし課金を始めたらアウト、ニコ生が一般課金を始めたらアウト、要はアイテム制始めたらふわっちは危なくなる。ふわっちの有利なところっていうのはそこだから。LINE ライブとね、アメーバはね、比べても意味がない。あそこはテレビ局の制作会社が運営してるのね。運営っていうか番組自体を制作会社がやってるから、あれはどちらかっていうとテレビに属性が近い。ツイキャスはね、課金制始まないよって言ってるのには俺は根拠があります。なんでかっていうと7年間運営してるでしょ。で、利益ベースがあるんですよ。要はこれくらいの事業をやってればこれくらい収益があると。だから給料をこれくらいに従業員に分配しようとか、これくらい投資しようっていう採算があるの。で、あやか自分の身になって考えてもらいたいんだけど、例えば1年間で10億儲かってますと。ね。で、5億円給料とかに払うとか、サーバー代に払うってコスト払って、5億の利益をみんなに分配してます。で、どん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 ふわっちに抜かれていった時に、もう売上が見込めてるのに、要は半分、広告費の半分を配信者に払うっていう決断できる。できないでしょ。要は、ふわっちは今ふわっちじゃない。ツイキャスはめちゃめちゃ難しいところにいるの。今のやつを、要はふわっちっていうのは最初から半分ばらまいてるわけよ。配信者に。だから、半分しか元に残らない経営スタイルができるの。この半分払ってる中で、どうやって広告費払おう、どうやって従業員の給料払おうってやってるのよ。だから伸びるの。だけど、キャスっていうのはもう、株主の分配とか広告費とかある程度ガチガチに決まってて、じゃあ半分払いますって後からできるかっつうと、勇気がいるのよ。でしょ？簡単に言ったら、翌年の採算ベースの売り上げが半分になるわけだから、会社傾くでしょ？だから難しいよって言ってるのはそこなの。ツイキャス、ふわっちが今流れ来てるっていうのは。要はベンチャースピリットがもうなくなってんのよ、ツイキャスが。ニコナトップがユーザー放送に力入れてないって言ってるもんね。言ってる言ってる。うん。それはもう夏野の発言でもう分かってるから。そう、途中で変えるの、システム変えるの難しいってこと。それは経営の難しさ。ニコ生が課金アイテム採用しないとは断言できないよ。もちろん断言はできない。だから俺が言ってる条件っていうのは2年間の間でキャストニコ生が今のシステムを保持したまま、要はシステムバランスが同時で2年間経ったらふわっちはキャスを超えるって言ってるのが俺の理論。そんな感じね、アズさん。だからツイキャスがもし思い切って、要はふわっち並みに配信者に広告費ばらまくよっつったらもう負ける。でもそれをできる勇気がある経営者がいるとは思えないね。要は今の2年間のうちに利益を吸い上げようって考えるはずだから。うん。ただニコ生っていうのはもうその、なんつうんだろうな。ニコ生の庭んごとか角川にもう売って、要は株主を売り逃げてるんですよ。角川に株の。だから、もともとニコ生を作った人たちっていうのがもうニコ生をでかくする理由がないから、角川の持ち物になってるから。だから現状維持で利益を吸い上げることしか考えてないはずだよね。で、伸びてない事業だから、ずっと。だからもう放置でしょ。だってもともと動画サイトだから、あそこは。タバコはですね、アメリカンスピリットですね。のんたん風船ありがとう。ビジネスで5人賛同してくれる、お金出してくれる人がいると食えるとか聞くけど、これは何理論？あとね、ベンチャーだったら簡単。みんなね、エンジェルっていう存在に馴染みがないかもしれないけど、世の中には腐るほど金持ちいんのよ。で、今250人見てくれてるけど、俺の目算ね、俺の予想だと、この中に、億万長者って多分5人いるはずなんだよ。これネタなしで多分5人いるんですよ。手挙げなくていいよ。うん。で、俺、もうこの中で億万長者何人か、このコメント欄打ってる人の中で億万長者の知り合い2人いるんですよ。だからみんなが思ってるほど、お金に余裕のある人、もう要は100万円とかが、俺らで言う1万円ぐらいの価値、貨幣価値と同じぐらいの人いるの。で、結局、
こういうビジネスモデルって多くの人数を集めてその中のお金持ちにいかに好かれるかっていう問題なんですよ。なんか数が多くなれば多くなるほど金持ちと出会う確率が上がる。で、金持ちの人に好かれるかどうかだと思ってる。確定で2人いるね、億万長者。で、多分俺の目算だとロムってる人の中にも3人ぐらいいるはず。それをなんで断言できるかっていうと、俺は年収1000万の層が何パーセントいるとか、億万長者のパーセントを知ってるからなんだよ。確定で2人いるんだよ、億万長者この中に。あと3人はいるはず、理論上ではね。だからその人たちからすると別に100万円とか困ってないから、それはね。あぬんだけ風船ありがとう。のんたん風船ありがとうね。だから配信の面白いところはそこだと思うよ。要は不特定多数の人にバッて見られるから、だって年収1000万超えって10人に1人いるんだぜ。この中の25人は年収1000万超えてるんだよ。でしょ ?250 人いるんだから。25人は年収1000万超えてんのよ。年収1000万ってどれくらいかっていうと、手取りで月収80万超えてんのよ。で、その人が独身だったらどうよ。余裕でしょ?花火20発30発って余裕なわけよ。あ、和道好きだわって。応援するわって。そういう人たちのおかげで俺は食えてるわけよ。例えば、俺は言わないけど、ね。俺は絶対言わないんだけど、今この瞬間花火お願いしますって言った瞬間絶対花火上がるから。だから俺は言いたくないの。絶対に上がるよ。俺が花火お願いしますって言った瞬間にガンガン上がるから。なんでこれをやらないのかっていうと、俺はでっかいことやりたいの。そう。配信でまず、超大手になって、超影響力を持って、超力つけて、こういうのを本気でやりたいって言った時に、100万とか1000万とかをボンって出せる実力を持ちたいの。だからこういう1000円とかで、小さな力で、運とかを使いたくないの。だから言わない。今はその配信で力を使う時じゃない。それは断言できます。絶対いる。それくらいの信頼関係は僕にはあります。リスナーさんと和道リスナーとね。でっかいことやりたいの、リスナーさんと。風船ありがとう、のんた。アイラとかさ、金梅さんとか見てたらわかるでしょ。いや、すごい時代が来たと思ってるよ、本当に。要は、実力とか才能とか男気があるやつは、どん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 上に行くんだよ。どん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 収入が上がってくんだよ。インターネットっていうものがね、もうね、いろんな価値観をぶっ壊してるんだよ。ありえないことですよ、これは。俺はこの時代に生まれて一番面白いと思ってて、今まさに情報革命が行われてんのね。今まさに Now で発展し続けてるわけよ。だって20年前の頃から考えてみてよ。テレビでこの高画質でこれでリアルタイムでやり取りできて、お金を支援することができるのが当たり前になってんだよ。ありえないっすよ。これで配信者やらないやつは俺はわかんないの。なんでこんなチャンスがあるのにやらないのって。今俺らがやってることって最先端なんだよ。今ここが最先端なんだよ。俺らがやってることは。だから周りには理解されないかもしんないけど、これが当たり前になってくんだよ。だからネットとリアルを分けなきゃとか言ってんのは古い考え方の。それって2チャンネルとかが立ち上がった1999年ぐらいの価値観なんだよ。今の若い子に言ってごらん。リアルとネット分けてるって。笑われるよ。笑われるよ。今の10代の高校生とかに聞いてごらん。ネットとリアルについてどう思うって。はぁって言うよ。そう。もうおじさん、おばさん、おじいちゃんの考え方なの、それ。そう思うでしょ?俺はそう思うよ。若い子は敏感だから。楽しいことには逆らえない。常識っていうのがどん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 変わってるんだよ。テクノロジーの進化は常識を変えるんだよ。思うでしょ?歌子さん。そう。顔出すの恥ずかしいとかはもう古い考え方の。だって、ツイキャスとか見てごらんよ。テレビ電話の感覚でしょ。そう。ネットもリアルの一部なんだよ。もう価値がどんどん変わってってんの。
そこの最先端にあるのが配信ですよ。風船ありがとうね、のんたん。だからテレビタレント超えますよ、間違いなく。俺らがじいさんになる60代の頃はテレビのタレントよりもネットの方が力持ってるよ。それはいつも言ってるんだけど、テレビの普及台数とスマホとパソコンの普及台数考えてごらんって。テレビの数計算してごらん。日本にあるテレビの数とインターネットメディア、インターネット媒体か、スマホとかね、パソコンとかインターネットができるメディアの数どっちが多い。こんなんバカでも答えられるでしょ。ただ今は日本人口の中でネットが苦手なおじいさんの層が多いだけなの。これからの若い子っていうのはもうスマホを1台持ってるのが当たり前なの、全員。そうなると俺らが60になる頃どうなるかっていうと、テレビよりもネットの方が力持つのは確定してるんだよ。俺はどんな人になりたいの？俺はだから俺がやりたいことをすぐできる人間になりたい。自由、うん、本当の自由。俺がこれやりたいと思った瞬間に速攻叶えられる力、うん、それは金とか時間とか全部を手にしないとできないの。しがらみとか一切ない状態で仲間たちに溢れ返ってないとダメなの。それが俺の本当のわがまま、うん、やりたいことって何でもいいんだよ。例えばステーキ食いたいなーっつったらピンポーンっつって30分後リスナーさんからステーキ送られてくるとか、小さいことでもいいし、あー今アメリカにいるんだけどフェラーリ乗りたくねーっつってリスナーさんがいいねーっつって、で10万人ぐらい見てて、あーみんな1万円ちょうだいっつって、わかったわーっつって、でフェラーリ買って配信するんだよ。でリスナーさんの中に誰かプレゼント欲しい人ーとか、超楽しくね。でオフ会やるわ、東京ドームでみんなで鬼ごっこやるよーとか、もう本当に何でも叶え、バカにしていきたいの。価値観を変えていきたいの。要は俺には無理だって思って、俺らには無理だって思ってることを、もう全部、俺は価値観を変えていきたい。できるんだよっていう。できるんだよ。そうそうそう、マサさんの言う通り。これは、ね、みんなは270人って言うから、ね、インターネットだからもう見慣れてるじゃん。リアルに考えて。270人、この部屋の中にいるんだよ。この狭い部屋の中に270人いるんだよ。俺にはわかるの。みんなは傍観者の方だから自分の部屋でこうやってやってるかわかんないかもしれないけど、俺は今270人が俺にアクセスしてるんだよ。これは配信者じゃないとわかんない。奇跡なんだよ。このね、この4時間ぐらいの間に1600人俺に関わったんだよ。俺の顔見に来たんだよ。で、今まさに268人いるんだよ。奇跡だよ。何でもできるよ。これを10万人まで俺は押し上げるから。10万人いたらもう何でもできるよ。うん。和道が枠開くとサーバーが落ちるって言わせたよね。うん、例えば国会議員になろうかとか、あ、国、日本終わってるから総理大臣になろうかって言ったらさ、みんな投票するぜみたいな、バカ乗りでやりたい。投資ですよ。でも俺はできると思ってるから、自分が描いたことでできなかったことが一つもない。だって俺、ニコ生でプロになるって、プロの配信者でこれ生計立ててるって、初期の頃からずっと言ってたけど、笑われたぜ。本当に。お前なんか無理だよって。できるわけねえだろ。お前なんか閲覧10人もいかねえよって。大手になるとか笑わせんなとか、散々言われたよ。知ってるよね、みんな。でも俺にはビジョンがあったから。いや、俺本気で言ってるよ。俺本気だよ。全然余裕だと思ってるよ。政治家なんか二流の人間がやるもんだと思ってるから。一流の人間は政治家なんかやらないよ。そうだよ、全然マジだよ。夢物語でもなんでもないよ。必ずその時代来ると思うよ。そこに自分が立ってるかどうかだよね。要は俺は石川紀之とか香川さん戦わないといけないんだよ。それができる人間になるかどうかは俺とリスナー次第の。
石川の竜樹はそこに最も近い男なんだよ。これこれとか石川の竜樹って。香川さんとか。横山みどり。まあ横山みどりってさ。うん、知る男優だから。来るかよ。全然来ると思うよ。うん、おーい、花火ありがとう、リュウさんいらっしゃい。どうもどうも。花火ありがとう。リュウさんから花火いただきました。リュウさんありがとうございます。花火ありがとう。なあ、言っただろ。花火あげる人間がいるんだよ。本当の金持ちがいるんだよ。俺は、本当の質の高い人間にメッセージを送ってんだよ。俺のこと笑うやつっていうのは俺の話で理解できない小さい物差しの人間だから。常識を変えて現場でね、ゴリゴリビジネスやってるね、俺には協力者がいるんだよ。和道が言ってんの正解だよって、うん、伸びるよ、大丈夫だよ。見守って10年間俺のこと見ててみ、うん、価値観ひっくり返してやるよ。リュウさん花火ありがとう。リュウさんから花火いただきました。いや、笑ってればいいじゃん。お前笑われるから。うん。常識を作るのは俺だよ。いきまーす。1、2、3、4、5、6。同じ人間にできないことないよ。あ、全然いいっすよ。全然いいっすよ、リュウさん。うん。飲んだ風船10個ありがとう。要は俺が言ってんのどういうことかっていうと、一郎の気持ちは一郎にしかわかんないよって言ってんの。本田圭介のことは本田圭介しかわかんないんだよ。そう、中田の気持ちは中田にしかわかんないんだよ。だからこんだけ人が集まってるわけでしょ。よし、和道のことフォローするわって。俺が和道の人生変えてやるって。ツイッター見させてもらいました。あ、どうもどうも。花火2発目ありがとうございます。リュウさん花火2発目ありがとう。いいね。ちなみにお前らリュウさんドイツから見てるからな。リュウさん今ドイツですよね。ミュンヘンっすか。これがネットの凄さだからな。お前ら今リュウさんドイツから俺の放送見てんだからな。国境越えて見てんだからな。もしかしたら日本かもしんないけど。リュウさんから花火いただきました。二発目。ありがとうございます。リュウさんいつもありがとうございます。僕は経営者ですね、もともと。ありがとうございます。あと、講演会とかずっとやってましたね。うん。まあ、タイムラグ相当あるかもしれないから。今多分ドイツから見てんだよ、リュウさん。ミュンヘン、どこだったっけな。喋りうまいっていうか、俺は別に普通に喋ってるだけのつもりなんだけどね、うん、当たり前のことを当たり前に言ってるだけなんだよ。別に不可視者でも何でもなくて、人間っていうのは何でもできるのね。可能性に溢れてるんですよ。何でもできる、うん、ただやらないだけなんだよ。俺のスマホだけこの URL 開いても LINE 開かないんだ。なんでだと思う。もちろん LINE アプリ入ってます。Android です。ごめん、わかんないわ、中市さん。わかんないっす。申し訳ない。うん。だから、俺は常識を作る側の人間だと思いたい。うん。常識を作っていきたいの。そうだよ、バッシングされる、それそうでしょ。俺が見てるゴールと、俺を叩いてる奴が見てるゴールは全然違うもん。俺は自分のゴールしか見てねえから。塾の先生とか全然低学歴なんだよ。僕は自分の目標とか自分のやりたいことにコミットメント決断してますから。決めて余計なことは立ってますから。自分のやりたいことだけまっすぐ見てまっすぐ歩いてますよ。ちょっとトイレ行ってくるわ。今フランク止まりか。あ、また来るの？ああ、そうなんだ。お待ちしてます。日本、ウェルカムです。リュウさんから3発目の花火ありがとうございます。リュウさん花火ありがとう。フランクフルト。フランクフルト。なんだっけ？フランクってなんだ？リ
ゆうさん、花火ありがとうございます。ちょっとトイレ行ってくるね。ただいま、フランクフルト。リュウさんから、花火いただきました。ありがとうございます。行きます。釈迦、元気だね。いえ、このダンベルにもだいぶ慣れてきましたよ。もう、わかる。上がらなかったダンベルが余裕になってきたから。うい、のんたん花火ありがとう。のんたんから花火いただきました。ウイス頑張りますよ。リュウさんありがとうございます。6月の10日試合なんでぜひネットで見てください。花火ありがとう。リュウさん、ハッチ花火ありがとう。続きましてハッチから花火いただきました。ありがとうございます。じゃあ花火祭りじゃ。腕も太くなってきたぜ、ありがとうございます。このみんなで鍛え上げた腕でね、テルジャンビンにストレートかましますよ。ハッチさんから花火いただきました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。うん、のんたん風船ありがとう。そうそう、花火一発もらうといくらもらえるの。500円ですね。花火一発につき僕には500円入ってきます。はい、若干長渕混じってねえわ。よいしょ。初見です。夜の楽しみ増えた。あ、満点さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってください。配信歴3年、4年目か。もう配信歴4年目です。いろんな配信スタイルやってます。外配信、雑談。いろんなこと起こりますよ、この配信は。リュウさんから花火ラッシュありがとうございます。花火いただきました。よいしょ。よし。よっしゃ。リュウさんから2発目花火ありがとうございます。よし、1、2、3、4、5、3発目ありがとうございます。7、8、9、10、11、12、4発目ありがとうございます。13、14、15、16、17、18、5発目ありがとう。19、20、21、22、23、24、6発目ありがとう。26、27、28、29、30、風船は 0.5 円。7発目ありがとうございます。
1、2、3、8発目ありがとう。5、6、8発目だから、あと何発だ。12、重り 8.5 キロっす。12回、残り12回。やっべえ、バンプアップが。リュウさん追い込みパネんだけど。ありがとうございます。1、2、3、4、5、6、7、8。あと何回。8回だから4回。1、2、3、4、あと6回。リュウさん花火ありがとうございます。1、2、あの女が謝んないで。3、8、ありがとう。4、5、6、8から花火いただきました。ありがとうございます。あと6回。腕がやべえとちぎれる。1、2、3、4、5、6。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、嬉しい悲鳴ですね。やばい、腕がバンプアップして超痛い。ですね、ご覧の放送のスポンサー、花火をくれた人、ご紹介します。古代さんが花火2発、ハート花火2発くれました。ありがとう。ハッチさん1発、リュウさん1、2、3、4、5、6、7、8、9、9、10発、ハッチ2発、ノンタン1発、11、12、リュウさん13、14、リュウさん14発、ハッチさんも花火1発、銀猫さん花火1発です。ご覧の番組は、銀猫さん、ハッチさん、リュウさん、ノンタンさん、古代さんの提供でお送りしました。皆さんありがとうございます。腕がやばい。そりゃこんな腕なるわな、1ヶ月でな。やばくね？ 1 ヶ月間この花火だけど腕こんなになったよ。どう？すごくない？やばくない？だって何発やってんの俺。超やべえよ。俺日本帰るとボクシングできなくなりそうや。体調崩す？ありがたいっす。じゃあ最後に新しいフォロワーさんを紹介します。ヨーロッパからでした。和道さん、日本戻ったらまた来ます。おやすみなさい。リュウさん、またありがとうございます。プロテイン飲んだら超効くだろうね。リュウさんからもう一発花火いただきました。ありがとうございます。リュウさん、またぜひぜひ日本に来たら放送見に来てください。ベッキーさんいらっしゃい。2、3、4、5、6。やばいっしょ、この腕見て。見てこれ。見てこれ。見てよ。やばくないこれ。見て、俺の腕こんなになってんだよ、今。超かっこよくない？やばいっすよ。銭湯行ってね、自分の腕の太さにね、惚れ惚れしてますよ。今日フォローしてくれた人紹介します。満点さんフォローありがとう。3B5プロダクトコーポレーションさんフォローありがとうございます。カナヤンさんフォローありがとう。アヌンナキさんフォローありがとう。ノンタンまだ来るか。やべえなこいつら。うちのリスナーやべえな本当。ノンタン花火ありがとう。頑張ります。勝ちますよ。ノンタンから花火いきます。2、3、4、5、6。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてって、ね、まだ来るかよ。ハッチさん、ほら、ハッチさん花火ありがとう。1、2、3、4、5、6。ありがとうございます。
腕上がんねえマジで。いや毎日こんな感じですよ本当に。いやあのねラッシュが一番きついんだよ。みんなで追い込み、あの短期間、ああしびれてんな。あの時間を置くと楽になるんだけど、ギューって詰まるときつい。ギューって詰まると。いや、わらわらじゃないわ。何が面白いんだよ。次役どんな話題しようか。次役。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんですね。新井ファンさん、ゆうすけさん、フォローありがとう。ぜひ今後ともよろしくお願いします。皆さん。ツイッターとかフェイスブックもやってるんで、もしよかったら申請飛ばしてください。フェイスブックはフォローバックします。友達5000人限定なんでよろしくお願いします。Facebook は僕のマイページ飛んでいただければリンクが貼ってありますのでよろしくです。次はありますよ。今日はこのまま仕事行きます。じゃあ皆さんお疲れ様です。もうさ、これをやるやつってさ、もう超古い人じゃん。もうさ、それ死後だよ。プギャーをやってるのって死語だと思うよ。若い子これわかんないと思うよ。これ。プギャーって。うん。2チャンネラーだからね、これ使うやつ。MQ。うん。懐かしいわ。頑張ります。あずさんありがとうね。いやー、疲れた。次役行きましょう。お疲れ様でーす。知らない？何それって。こう、M で Q ってこう指さしてる、これのマークなのよ。で、プギャーって呼ばれてんの。プギャーっつって。要は、なんつうんだろうな。ザマーみたいな感じで使うんだけど、ウィーイみたいな感じで使うの、プギャーで。また来てね、アヌンナキさん。ありがとね。うん、ORZ？ ORZ は未だに使われんじゃないかな。ORZ は結構有名だよね。プギャーよりも。喋り場みたいで楽しかった。喋り場かよ。うん、鳥オツです。オツです、うん。あ、ありがとうございます。次枠行くんで。はい。ぜひ、ゆっくりしてってください。お疲れ様。あと1分で放送終わります。切れちゃいます。お疲れ様です。みんなありがとう。頑張ります。次役の話題どうしようかな。うん、おつおつ寝ろ。いや今寝たらアウトでしょ、うん、この中に5人いるから。そうそう、プギアーズ、それね、プギアーズ、それ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。